もうそれでプレッシャーかけない。はい、本日も始まりました、グルーズ TV。 はい、はい、はい、ね、今日もね、まさかのレインさんが横にいますね、はい、男2人の MC でね、お届けしようと思います、はいはい、メイクアシスタントになったの。そうそうそう、いつの間にかなりました、はい、昇格した。そうそうそう、昇格しました。言うてね、結構何回かも来てるもんね。まあ、何回目だっけ今回でね、まあ4回目ですか、はい、あ、じゃあ私と同じくらいかも。そうかもしれないですね、うん、で、あれですよね、同級生なんでしたっけ。同級生、同級生だよね。でも1個上かな。1個上か、俺は1個上なのかな。うん、まあ、おっさんです、よろしくお願いします。おっさんです。私たちはおばさんじゃなくてお兄さんですもんね。そんな感じでね、うん、そんな感じでね、やっていこうと思うんですが、はい、あのね、一つだけ愚痴っていい、はい、あのね、眠い。俺ね、今日ね、顔合わせだったの。そして昨日ファッションショーだったの、うん、ファッションショーの疲れが終わらないまま顔合わせ行ってここ来てるから眠いのよ。じゃあ私今だけさせてあげましょうか。いやいや、大丈夫です。大丈夫です。うん、あの、わさび、自分でわさび塗るから大丈夫です。ファッションショーの僕はスタイリストでした。でも昨日、あの、うちからも3名ぐらい出られてて、うん、って感じですね、うん、はい、お客さんの前で眠いとか言っちゃダメだと思います。いやいやいや、こういう放送だから。もう最近ね、もう俺こういうあのキャラなのでね、みんなね、あのね、もう覚えてくれてると思うけど、よろしくお願いいたします。ということで、あの、自己紹介の方していこうかなって思いますので、よろしくお願いいたします。はい、本日ですね、MC、本日ですね、じゃないね、もうね、本日は MC やらせていただきます。普段俳優やってます、森田武尊といいます。よろしくお願いします。続きまして、初アシスタント、はい、はい、水沢蓮です。ちょ、急遽アシスタント MC をやらせていただきました。はい、はい、はい、とりあえず頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして続きまして、はい、紫ルナです、よろしくお願いします。はい、ね、紫さんはね、俺がここで MC をやる前からね、出てくれてる方でね、久しぶりのね、お登場なんですけどね、お名前覚えてくれましたか。僕が覚えてましたよ。だって初登場の時、紫さん一緒だったもん。あれ、そうでしたっけ。そうだよ、あれ、うん、そうだよ。私の方が覚えてない。そうなんですよ。だから、ね、まあ、かなり超すごい元気な子なんで、うん、あの、本当に、ね、こう、今日ね、いっぱい絡んでください。あ、もう盛り上げてくれると思いますので、よろしくお願いします。はい、続きまして、はい、初登場ですね。はじめまして、メブと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。こんな学校ですね。あ、そうです。一応ね、あの、占い師をされてる方ですね、メブさんですね。はい、よろしくお願いいたします。ということで、レインさん、よろしく。はい、本日も始まりました、クリス TV。 緊張してね。本日もスタートからヤフーショッピング、ライブと同時進行で配信させていただきます。はい、7時30分からは30分間、いつも通りファッションコーナーを配信します。イエーイ。はい、で、ヤフーショッピングのページからもコメント入力や、商品詳細などもご覧になりますので、はい、ヤフーショッピングからもぜひご覧になってみてください。はい、ヤフーショッピングライブをご覧になっていただける皆様、はい、クルス TV とは毎週木曜日と日曜日の週2回、はい、はい、7時から90分間、アベマフレッシュで生放送している番組です。はい、毎週アーティスト、モデル、役者、グラビアアイドルなどをゲストに招き、ファッションや芸能などの話題を中心に盛り上がるトーク番組です。はい、普段はその中の7時30分から30分間、ファッションコーナーとしてヤフーショッピングのライブでの配信を行っておりますが、はい、先ほども紹介させていただきました通り、はい、本日はスタートからファッションコーナー含め、8時30分まで通しで配信させていただきま す、ね。はい、ぜひともクルス TV を最後までお楽しみください。はい、どうぞ、よろしくお願いいたしますね。はい、もう緊張がバンバン伝わってくるけど大丈夫。初めて言うから、ね、初めて言うからね。もしかして噛んだ。噛む、噛む、噛む。世の中噛まない人間いませんから。ね、あ、それはそれで面白いけどね。初見苦手でしょ、本読みとかね。私もそうなんだ。そうだね。うん、で、初見苦手なんだよね、多分ね。慣れてくればだん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 ね。ね、セリフもね、入ってくるんだけどね。台本通り読むのが私もできない人なんです。ああ、それはダメだろ。自分でちょっとアドリブを加えちゃうんです。ああ、なるほどね。うん、まあまあまあ、それでね、拾える人は拾えるから、あ、拾える、あの、ベテランさんだとね、拾ってくれるからね、綺麗にね、うん、でもね、あのね、新人の子にそれやっちゃダメよ、マジでね、どうしていいか分かんなくなっちゃうから、本当に、それは本当に気をつけた方がいいかなっていう感じね。はい、でもですね、さっきも言ったんですけど、僕ね、顔合わせしてきて今日眠いんです。あのね、あ、でもね、あとで告知で言うんですけど、うん、あのね、台本を、もらってきて、あとね、ちゃんと告知してこいって言われたんで告知します。はい、後で見せますので、はい、はい、そうですね、はい、レインさん、どうですか、はい、初アシスタントそれは、それはもう日常生活でも僕、噛みまくりの時だな
当すいません。あのね、すごいね、貴重なことなんだよ。あのね、大体女性が座るんですそこ、うん、でそこにレインさんを持ってきたっていうことはどういうことか、はい、あの把握しといてください。女性がいるのに違うんです。だからあの久しぶりな人だったりとか、うん、あとあの初めての方だったりが多かったので、ちょっとレインさんを最近ね結構出てくれてるのでっていうので前に持ってきたんですよ。はい、はいね、うん、急に言われてびっくりしてたけどね。はいね、そんな感じですね。はい、メグさん初登場ですよ、はい、どうですか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。占い師さん、あのね、占い師さんなんで。占いだけじゃないですよ。占いじゃないですけど、あの占いとあのシンガーソングライターとモデルさん、いろいろやられてるんですけれども、はい、あのね、あ、占いができるっていうことなので、はい、ね、あの8時から、うん、今日ね、どうだろうな。私占ってほしいです。いいですよ。じゃあ、紫さんを占ってもらいましょうか。はい、ね、うん、ダメ大丈夫ですか。大丈夫ですよ。あのね、これね、たまにあるんですよ。見えてる。それは見えてると思います。大丈夫です。個人情報とか別に言わなくていいんですよね、占いで。ん？いや、だって、いや、いいよ。おさっき言ってなかったか、それなんか昔風のツッコミだと、紫さんの個人情報はいらないとかなっちゃうね、なっちゃうね。翔平だったら言ってた。言ってる言ってる。ね、翔平風懐かしい。最近ね、ほら、事務所が変わっちゃったんでね、うん、そっちの方が忙しくなっちゃってね、こっちに来れてないんですけども、はい、まあそんな感じでですね、いつの間にか俺に変わっててびっくりしたでしょ。そうですね、はい、うん、ね、なんかちょっとおじさんっぽい人がいるなとか、なんでもない、なんでもないです。おじさんって言った、今結構若作りしてる方なんだよ、これでも。これでも若作りしてる。翔平君がちょっと年取ったかなとか、ちょっと一生思った。違うよ、翔平君は今はあの養成所で頑張ってます。しごかれてます。はいね、頑張ってますからね。レイさん、養成所経験ある？わー、18、19みたいありますね。あもちろん最初は。最初はね、最初はね、入るわね。そうね、養成所はね、いろいろやらされるからね。俺も5年間ぐらい通ってたんだけど、おう、うん、で、モデルのそのウォーキングもやったし、あとシンガーソングライターのそのためのその楽器のちょっとあの、うん、ちょっとした勉強もやったし、うん、そのダンスみたいなのもやったし、だからね、はや役者として必要なものを取り、何でもできるようになったから、ね、盾とかもあったし、所作とかもあったし、専門学校みたい。そうそうそう、本当そんな感じでやったね。大丈夫かな、動いたね、うん、って感じだったから。でもね、楽しかったよ、うん、勉強になるしね、うん、うん、まあその時からまあ映像の仕事は リロードしていただければ多分、治ると思います。そうですね、なんか止まってる方ね、最近多いんですけど、リロードしていただけるとあのね、普通にね、また戻るのでね、はい、もしね、あのあれだったらね、リロードしてみてくださいね。よろしくお願いしますね。お願いします。はい、さあ、うん、メグさんね、モデルさんもやってるんですもんね。私もやってるんですよ、モデル。基本的に紫さんは、モデルとタレントと女優と、あ、なるほどね、はい、うん、すごいね、あのね、鈴木、まあ、あの、ごめんね、あの、久しぶりに会って言うけど、あのね、鈴木奈々ちゃんの、はい、あの、元気なキャラってちょっと被ってるけど、ただでも、あの、見た目は天と地図とここまで違うよね。ね、うん、ね、あの人知ってる、うん、あのね、あの、楽屋とかの挨拶の時すげえうるさくね、ノックするらしいよ。私は基本静かなタイプです。あ、ほんと？絶対それはない。それはないね、あ、それはないね、あ、うるせえから。まあね、あの、まあ、悪く言えばうるせえ、よく言えば、あの、お元気な方ですね。天真爛漫な方でね、あーね、よろしくお願いいたしますね。ということですね、コメントがね、結構も来てるみたいなんでね。何やってますか？はい、ちょっとね、紹介の方していこうと思います。レインさんがイケメンすぎるって。あーね、レインさんイケメンすぎるって。あらら。いや、リアクションおかしいだろ。あららってなんだよ。はい、ね、こんばんは。あれ、アシスタントがレインさん。そうですね、はい、レインさん喋らんと、来てますよ。はい、喋ってる喋ってる。喋ってるよ。タスコさんですね、もう最近常連ですね、一個来てくれてさ、はい、ありがとう、ね、タスコさんね、レインさんってですね、ルナさんやばそうって。タスコさんですね、なんでもう分かるの。はい、メグさんって言ってますね。はい、はい、レインさん初っ端から噛んだなって言ってます。噛みます噛みます。あ、チェキくんだ。チェキくんもね、常連さんでいつも見に来てくれてます。ありがとうございます。ね、あ、前の回ぶりだね、チェキくんね、ありがとうございますね。はい、千歳から札幌へ帰る運転中です。あ、そうなんですね、はい、あね、気をつけて運転して帰ってくださいね、はい、うん、笑いすぎて事故らないようによろしくお願いしますね。チェキさんって言ってますね。仲いいんですよ、チェキさんとタスコさんがね、いつも来てくれてるから、もう仲いいんですよ。はい、ね、うん、
レインさんイケメンすぎるやろって来ますよ。ありがとうございます、はい、よかったね。なんだろうね、俺ね結構ね前から言ってるんだけど、ド S だからね、誰か褒められるとねどうしてもね蔑みたくなるんだよね。なんだろうね、あのね、レインさんイケメンすぎるってね、そんなイケメンじゃないからねって言いたくなっちゃう。いやでもね、イケメンなんだよ、イケメンなんだよ、ね、ごめん負けてるわ。そっか負けてるか。いやでも私もたまに可愛いって言われます。うん、おーそうか。おーそうか。可愛いって言われ、たまにね、可愛いでしょ、たまに言われます、ね、今日大変ですね今日は。どう思いました？いやー、10年に1回ぐらい森田喋りは勝ったぞ。ね、はい、はい、森田さんとはタイプが違う、なんというか爽やかな。あ、そうだね、爽やかなのは爽やかだね。じゃあ森田くんは、それ聞く。それ聞きます。はい、マルトさんお疲れ様でした。ありがとうございますね。はい、あーねー、本当にねファッションショーね昨日すげえ疲れた、うん、マジで、うん、ねー、なんかいろいろあったんですよ。それは言わないですけどね。教えてください、うん、そこ絶対に言わない。絶対に言わないけどね。うん、たーくん優しくしてあげてよ。うん、優しくしようにもね、あのね、優しさが出せないよね、もうこんだけ喋られるとね。はいね、マルトさんさらっとひどいこと言ったって、あの結構言ってる。ちょっと言ってる、まあ、ぶっちゃけるね。そうちょっと前なんかストレス発散になってほしいなと。はい、ね、はい、まあ、電波かな、そうなんですよ、ちょっとね、ちょいちょい最近ね、電波が来たりするんですけど、森さん動いてくる、動いたんじゃない、もう動いてるんじゃない、もう動いてるよね、うんね、うん、買わないじゃなくて売らないな、はいはい、ターンすぐ突っ込んでってますね。はい、すいません。はい、はい、ね、治ったな、治りましたね、ありがとうございます、はい、で紫さんはおしとやかな笑い方ですねって、わあ、おほほほほほって言うからね、あの気持ち悪いけどな。はいね、今日は大変だそうですね。俺もさ、ここ昨日今日とさ、ちょっといろんなことありすぎてさ、今日俺出なくてもいい。出させまーす、出させますよ。はい、皆さん、はい、見習わないと負けるな、散歩散歩ってね言われてるんです最近。俺ね最近ね読み名がねすげえいっぱいあるの。あのサンポール森田とか、あのねデビタとか、デビルサタンとか。ねすごい言われる。なんでデビルサタンって言われるかっていうと、今日はやんないですけど、あのね。ド S なんすよ、僕。で、ね、はい、8時から、あのね、あのやるときはやるんです。今日はやらないですけど、あの森田塾っていう、あのね、コーナーがあるんですよ。結構人気なコーナーなんですけど、あのね、女の人にあの恥ずかしいセリフを言わせましょうのコーナーなんですけど、そう。うん、ね、あのね、このくらいの年の方たちだと、もうね、できるから。私まだ18です。私18。嘘を言うな、嘘。嘘を言うな、嘘。やべえ。そう、あのね、あ、だから本当に、だからアイドルの子とか、そうそう、普段言わないような子の、私言えない、うるせえな。もうさ、俺さ、今日さ、パタッとこう少し閉じて、あの、しばらくお待ちくださいにして、つまみ出していいかな。恥ずかしい。うるせえ、もう絶対言わせて。いや、こういう人に言わせても、うるせえな。あのね、こういう人に言わせてもね、楽しくないのよ。あのね、なんでドイツかって言われてるかの説明に戻るね。あのね、そういう、その言ったことない、若いそのアイドルとかが言ったことないようなセリフを言わせるんですよ。分かった分かった。ね、言わせるんだけど、それを、言わせて、あのね、恥ずかしいってなるじゃん、女の子って。言ったことないよってなるじゃん。そう、それもうわざとだから、もう。あざといよ。あのね、そんな感じで、あれするんだけど、それを言ってる人を、言ってるセリフを言ってる時が好きなんじゃないんですよ。あのね、セリフを言った後にこんなこと言ったことない恥ずかしいって顔を覆って顔を真っ赤にしてる女の子を見てキャッキャッキャッキャ笑ったんですよ。そうだからド S なんですよ僕ね。絶対お前ではならないから大丈夫。タイプ分かったですよ。本当？どんなタイプなんですか？じっとしてらんないタイプだと思う。私 M なんですよ。あ、そうなの？ド M なの？そうです。あ、でも書いてあるね。本当だ。ド M の紫さんと相性いいねって言って書いてますね。あのね、こんなにうるせえ M いらねえ俺。ね、あの恥ずかしがってね、あのキエってなってるのかね。恥ずかしい。うるせえ。今日はね、俺たちがやんないです。はい。今日はね。ね、レイさんが足。ね、ね、押してたね。ね、足。アシスタント。あ、そういうことね。はい。神崎さんやってますね。はい。あなた神崎さんじゃないでしょ。あ、神崎さん、なんか紫さんって聞こえた。あ、神崎さん。そうですね。神崎さんってね、アシスタントをよくやられて、あの、レイさん、
あやねさんと一緒だったって。さやさんが迎えに来てたっていう。ちょっとすみません、僕の後輩のミスケメさやっているんですけど、今回出るんですけど、そうですね、なんか来る直前までスマホが 3% らしいんですよ。お店電話もらえねえかな。あ、そうだね、うん、お店に電話いただければって感じですね。ていうか、Google マップで調べればわかるよ。いや、私なんてタクシーで来たんですよ。おー、偉い。あーねー、ね、さやかそうなんですよ。駒沢大学だと思うんですよね。さやかどこって。はいね、すげー簡単なんだけどね、ここね。うん、駒沢からね。一回しか曲がらなくていいしね。でも、三軒茶屋からの方がわかりやすいかも。一緒一緒。うん。駒沢大学？いいや、もう俺、駅迎えてくる。うお、マジですか。マジですか。優しいですね。あのね、プロデューサーを動かす、すごいですね。ちょっともう、俺、説教ですね。説教しててください、レイさん、後でね。ありがとうございます。今日は大人な塾でのセリフを聞けると思ったね。今日はないです。ごめんなさいね。また次回。もうね、コメントですげえ来てるからね。キャラが薄いって言われてるからね、お前。もうね、あのね、久しぶりに会ったけど、もうね、お前って言っちゃうけど、お前って言うよ、もう。ね、はい。ルナ黙れって。ね、監督さんです。来てますね。駅にいます。自転車やばいです。来てますね。はいね。はい、さやさんですね。はい。レンさん来て。いや、無理に決まってるでしょ。アシスタントやってるんだから。ね、はい。社長ファッションコーナーから逃げたの、逃げてないですよ。それまでには帰ってくると思うんでね、そんな遠くないんでね。はい、うん、今日のクルーズ TV なんかすごいってね、うるせえから、うるせえやつがいるからだよ。え、誰のことかしら。お前しかいねえよ。ね、ほんとに。うーん、ね、話ができないよね。全然、全部奪っていくから。ね、全部奪っていくからね。ほんとにね。うん、ね、ってことでね、一応ね、今日4人なんだけど、あとは1人かな、うん、で、結局今夜さんは来るのかな、ちょっとそこはちょっとわかんないですけど、うん、なんかね、その前にの案件がちょっと伸びちゃったみたいで、はい、もしかしたら来られるかもしれないけど、1時間ぐらい遅れちゃうかもみたいな、こんな連絡があったみたいなので、うん、来るかもしれないので、来たらまあ入ってもらいましょうっていう感じですかね。はい、はいね、それまでは頑張るしかない。そうね、頑張るしかない。ね、なんか今夜さんがいないと成り立たないみたいなのやめてもらっていい？ね、ちゃんとやるよ、うん、ね、MC やってるんだから、なんだかんだでね、結構長いことやってるから、俺も言うてだよ。あ、そう、俺ね、それもね、言おうと思ったんだけどね、俺ね、紫さんが、はい、来た時に、前に来た時に俺が初めての出演だったのよ。あれ、いつの時でしたっけ、それ4月とか。あ、4月1日か、覚えてる。そうそうそう、そんくらいの時に、多分俺が初めての出演だったんですよ。で、まあ、この人、その時からうるせえなと思ってたけど、俺、その時さ、ほら、初めての、ほら、出演だったから、もう結構俺も猫かぶってたから、もうこんな感じになっちゃったけど、もうね、クルーズ TV はね、メッキを剥がしていく番組なので、出れば出るほどね、メッキが剥がれていきますね。はいね。本当に、ほぼほぼ喋ってなかったよ、俺、最初の時。こんだけ喋ってっけどね。駒沢駅西口階段の上に。はい、駒沢駅西口階段の上に出て、プロデューサーが迎えに行くらしいです。プロデューサーを動かすのすごいぞ。すごいぞっていう感じですけど、まあまあそんな感じですね。はい、で、メイさんの話をね、ちょっと初登場なので、ね、聞いていこうと思うんですけども、はい、はい、モデル、はい、モデルとかランウェイとか歩いてる感じ。ね、そうですね、昔、知り合ったのがランウェイ。赤坂のブリッツって、TBS の隣 のファッションとかイベントやってるところがあるんですね。はいはいはい、この間大丈夫ですよ、クルーズ TV で赤坂ブリッツでファッションショーやってるから。そうですよね。はい、でそれで、一回その美魔女の、はいはいはい、美魔女のランウェイがあったんですね。そこで僕そのチームで、そのイベントで僕男性エスコートを昔任されたことがありまして、そこで初めて知り合いになって、はい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 、それで友達だったっていう。あ、なるほどね。なんかさ、他にもほら、占い師をやられてる方、ランスイさんっていらっしゃるじゃないですか、はい、よくいらっしゃってる。あの人なんかバーとかやってるんですけど、そういうのやってたりはしないですか。いや、お店私はああいう感じではない感じですね。あー、なるほどね。芸能と占い師をやられてる。あー、なるほどね、芸能。占いは占いの館に出てるんで。あー、なるほどね、占いの館ですよ、皆さん。ね、はい、今日ね、ちょっと楽しみなんです。ね、私もっと占ってくれる。どうしようかな、もう面倒くさくなってきたな。うるせえだろうなってなってくるから、多分。ね、レンさんとは一緒に共演してるんですよ。あれ去年だっけ、一昨年、去年1年半、2016年の10月です。アラブ料理の
はいはい、ディナーショーみたいな料理を食べながらお芝居を見れるっていうシステムで、はいはい、まあ、それで、まあ、主役と、まあ、ヒロインをやらせていただいて、それで、まあ、いろいろとまた今後もっと主役とヒロインですか。なるほどね、うん、ちょっとね、あの面白い作品っぽいなって思ってしまう自分がいる。なんだろうな、まあ女を、まあ、手駒にしてひどいことする役をやりました。最後は捨てられる。最後は捨てられちゃうんですよ。やってるようにやってた。そうなの、そんなことだよね。レイク爽やかだもんね。まあ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 、ね、まあね。あ、そうだよ、そう、つながってるって言ってたよね、なんかね。うん、あの昔あの YouTube でなんか人狼サバイバルっていうものがあったんですよね。で、僕はあの俳優をちょっと休憩した時に、うんうん、ちょっとその時に呼ばれまして、うんうん、みなちゃんと初めて出会って。へ、今いろんなつながりが、ちょっといろんな俳優の方がいっぱいあったので。ね、ブライダルモデルも一緒にやったんですか。一緒にやりました。結婚式のモデルで。あのさ、あの本当にさ思うんだけどさ、芸能の業界ってあのさ広いようで結構狭かったりとかするんだよね。同じところで仕事してたりとかするからね。あれ、あのこの間あったけどみたいな人がすごいいっぱいいるよね。そう、本当にあの今日の川瀬のでもね、あのね、うん、実際その11月放送されてた家政婦は見たっていう、うん、そのテレビドラマがあったんですけど、それに出てた方が今回も出てて、しかもその方と今回ねまた絡むみたいな感じなんで、ちょっとね、あのね、あの面白いなっていう感じだよね、本当にね。でもさ、人狼やってたの。そうなんですよ。人狼やってたの。そうだね、まあ、3年ぐらい前かな。弱そうだね、人狼。そうなんだ。人狼弱そうだね。あ、俺得意なんです、結構。ね、あのね、この間もね、あのね、最近 VR 人狼っていうのあるの知ってます？はい、VR 人狼。そうそう、あのね、お店があって、そういうなんか、そう、渋谷あるんですけど、そういうところがあって、そこでなんかイベントみたいな感じでアイドルの子とか、いろんなそのモデルさんとか女優さんとかを呼んで、はい、で、まあ、人狼をやる会みたいなのがあるんですけど、はい、ね、今度ね、あの、みやびちゃんの番組に来てくれるみつみちゃんっていう子とか、あの、ね、そこの店長さんと一緒にやってるやつなんですけど、あのね、あの、有村昆さん、わかりますか？あの、映画評論家の有村さん、有村さん、はい、はい、がなんかプロデュースしたりとかもするらしいんですけど、そういうところでやって、この間ね、久しぶりに僕がほら、人狼ってほら、あの俳優のほら、あのシアターゲームの中でやることが多いじゃん。確かに。そうね、うん、あれね、みんな知ってました？あのね、あのね、人狼ゲームっていうやつ、あのね、シアターゲームっていうのはわかります？はい。あの、シアターゲームってあのね、台本に入る前に体と頭をアイスブレイキング、そう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 、あの、ね、寝起きだったりとかするから、みんながそれをちょっとあのアイドリングかけるためにその頭と体を起こしましょうみたいな、そんな感じ あのゲームがあるんですよ、シアターゲームっていうね、うん、役者の人たちがみんなやるんですけど、だからね、人狼ってね、その、うん、最初やり始めたのって役者の方たちなんですよ。うん、まあ、もちろん向こうの そのヨーロッパとかのゲームなんだけど、それが日本に入ってきてそういうゲームがあったんだけど、一番最初にそれをちゃんとやあのゲームとしてやり始めたのって役者の人たちなんですよ、はい、だから多分ね、あの役者の人たち の そのシアターゲームの、まあ、定番っちゃ定番になっているのかな、うん、ただね、時間がかかるから稽古がちょっと伸びちゃうから、あまり、何回も何回もやったりはしないけど、なんか1回だけど、なんかね、その人の目線とか、何を考えてるのかいうのをちょっとね、すり合わせていって、その台本に入っていった方がスムーズに台本に入れるんですよ、うん、っていうのでやってたりとかする感じですよね。ハマるとすごい楽しい。そう、面白いんですよ、本当に。あのね、でもぶっちゃけ村人ばっかりだとつまんないですよ。まあね、あ、違うだよね、あのね、村人にも村人の楽しみ方があるんだよ。あのね、慣れてくると分かるんだけど、ればまだいいけど、ただの趣味だ。そうね、そう、違う、あのね、ただの市民でも俺ね、結構ね、書き回したりとかするから。そうなの、うん、普通の市民でも、あの市民、市民なんだけど、なんか、まあ、あるんですよ、その役職があって。で、市民っていうのが一番何もできない普通のその人たちなんですよ。その人たちをやる人はなんかつまんないってみんな言うけど、ね、村人の場合は僕はね、普通に僕結構ほらこうやって喋るじゃないですか。だから村人でも喋るんですよ。で、喋って、どう思ってるんですかっていう、そのこう、まあ、揺さぶりをかけて、そうそう、揺さぶりをかけたりとかするのが楽しかったりとかするから、うん、僕だって殺されても、別に殺されなくても別にあの村人だから関係ないじゃないですか、うん、だからそういう風な感じでちょっと楽しんだりはしてますね、村人の時はね。まあ、軽く言えば頭の体操です。そう、頭の体操ですね、本当に。簡単に、はい、要するに言えば本当に頭の体操なのでね、本当に。だから簡単に言えば、あのめぐさんに、うん、あの教えるために言いますけど、簡単に言えば、だからその鬼みたいなのがいるんですよ、あの人狼っていうね。それをだからみんな、誰がその人なのか分かんないですよ。で、話して会議をしていくうちに、その人を村から追い出すっていうゲームなんですよ。そうそうそう、そういうゲーム、そうですね、そう、結構面白いですよ。じゃあ今度この番組
やりたい。やる？いやでもね、時間かかるよ。時間かかるよ。めちゃめちゃ時間かかるんだから本当に。うんね。うん。しかもあの見てる人楽しいのかな。まあまあでも、まあ、見てる人も楽しいとは思うけどね。ただでもねさ、ほらここだとほらあの役職がわからないでしょ。見てる方が、その見てる方が役職分かってれば、ああの人こういう風な嘘つくんだっていうので楽しめるけど、多分ここだと言ってしまうとあのね、こっちにもバレちゃうから多分言えないから、こうやって見せればいいと思う。ああ、こうやってあのこうやって、はい、こうやって見せればいいな。目つぶってね、はい、あ、それはまあそれでもいいかもしれないけどね、どうやってもいいけど、ただ長いのよ。あ、本当に長いのよ。あのね、まあでもここでだいたいそのマックス、そのゲストが来た時でも7人とかだから、7人だとすぐ終わっちゃうかもしれないけどね、まあでも人狼を1人にすればそう、あ、ちょっとね、あ、いいのかなっていう感じがするけどね、人狼、あとなんか逆色も少なめにしてってやると、まあまあうまいこといくのかなっていうのはありますけどね。でもね、それは本当にね、番組にもなってるんですよ、人狼ゲームって。うん、本当にあの深夜、まあ、昔深夜とかやってたんですけど、人狼ゲームっていうね、その芸人さんとかアイドルさんとかが集まってやっていくみたいなやつやってたんだけど、でもね、あれは面白いよね。あのね、やっぱりなんかお金があるってすごいだと思うんだけど、あのね、人狼で追い出されたりとか追放されたりとかしたら、あのね、プシューって椅子がバーンって下がるんだよ。すげえ、やっぱすごいなって思う。そんなやつもあるんですよね。うん。ねえ、ほんとそんな感じです。人狼ね、ほんとね、あの知らない人は調べてみてください。ほんと楽しいんで。あのね、調べてみる。そう。あのね、役職を言い出したら、ほんとにあれね、30から40ぐらい役職があるんですよ、ほんとは。うん。あのね。ってことは人も50人とかになってもいいってことじゃない？うん。いや、でもそれ全部は入れないけどね。かぶってる、同じようなその役職もあるから、うん。まあ、だからその中からまあチョイスして6役職ぐらいを使うのが大体普通なんだけどね。まあまあ、じゃあもうせっかくこういう話になったから、そのあれだけ言おうか、役職、あの主な役職っていうのだけ教えますね、めぐさん、はい、あのね、楽しんでいただきたい。はい、先ほどは西口の階段の上にいるけど、さやさんがいない。さやさん、どこにいるの？さや、何言ってんだよ。お前は連絡通じないの？西口の階段の上に行ってください。はい、駒沢の駅の、西口の、階段の上に行ってくださいね。そしたらあの社長がいるのでね、うん、よろしくお願いします。駅員の連絡つながらないってことですか？いやいや、僕は今俺やってるから。そうだね、うん、あのレインさんがつながってるから基本ね。だから、うん、うん、そうだから、そうなんですよ。だからまあ一応あの水川さん先に言っときますね。あの、聞こえてるんですか？ちょ、多分見てるんだと思うんですけど、見てるんだと思う。さっきあの駒沢大学にいますっていうコメントが来てたので、多分さやさんだと思うんですけど、西口の階段の上に行ったら、あの大貫社長いるので、あのそこに行ってください。そしたらあの、ね、迎えにあの来てくれてるので、それから一緒に来てくださいね。はい、よろしくお願いします。待ってます、ね、待ってます。ということでですね、そう、じゃあね、ちょっと話戻すけど、人狼の役職をね、だから人狼っていう、だからいわゆる鬼ですよね、はい、鬼っていうのと占い師と、ボディーガード、そうね、占い師と、あと狩人と、あれだ、霊媒師と、霊媒師と、あとは狂人かなっていう役職が大体、これが多分オーソドックスなんだけど、人狼っていうのがまあ鬼です。それを見つけなきゃいけないんですけど、その占い師っていうのは、夜のターンと昼のターンがあるんですけど、夜のターンの時に、この人はもう人狼かどうか見れるんですよ。はい、でもそれを言ってしまうと人狼に食われてしまうので、そこら辺もだからまあ心理ゲームの一つですよね。とかで、その次に狩人っていうのは、その夜のターンの時に誰か、その円の中にいる誰か一人を守れるんですよ。でもそれが人狼が誰を狙うのかわからないから、その守った人が狙われなかったら、殺されちゃう。結局あの人狼が、だから例えばメグさんが、殺されるとするじゃないですか、はい、で、カリウドの人がレインさんを守ったりとかすると、メグさんはそのまま死んじゃうんですよ。ただカリウドの人がそこでうまいことその話の中で、この人が多分重要なポジションだなって思ったら、この人を守るって言うんですよ。そしたら、人狼が噛みつきに来ても、あの人狼を追い返せるんですよ。だから死なないんですよっていう役職の人がいる。死にたくない、ね、でもあれですよね、連続ボディーガードはできない。そうですね、そうですね。だから、ね、このレイクを例えば守ったとしたら、次もレイクを守るとか、そういうのはなんですか？できなんですよ。はい、なので、まあ、もう一つが霊媒師って言うんですけど、大体その霊媒師と占い師っていうのが結構重要なポジションなんですよ。で、霊媒師、そうそうそう。で、霊媒師っていうのが、面白そう。
そう、人狼に噛みつかれるじゃないですか。で死んじゃうじゃないですか。で死んだ後に、そう、死んだ後にあの人はどうだったかが聞けるんですよ。ゲームマスターに。そう、あの人は鬼だ、あの人狼だったのか普通の人間だったのかっていうのが聞けるんですよ。っていう役ですね。で狂人はこれはね、俺一番好きなんですけど、あのね、人狼側なんです。でも人間なんです。だから占い師に見られても人間なんです。なんですけど、なんていうんですか、最後勝敗を決めるときに、そう鬼じゃなくて狼が勝ったときは自分も勝ちになる。そうだから人狼側なので、人狼が追い出されそうになったら、僕人狼ですよ、で俺殺した方がいいっすよとか、極論言えばですけど、俺殺した方がいいっすよとか言ってごまかしたりとか、で占い師が一人出てきたときとかに、俺も占い師なんですけどって言ったりとかして、場をぐちゃぐちゃにするのが狂人の役目ですよ。なるほど、すごい。俺大好きなんですよ。俺狂人。的にぴったりやってますよ。そうなんですよ。こういうのね、ね、こういうの役職の中でやるんですけど、結構ね面白いんですよ。ね、あとね、でもね、結構ね人間不信になる人多い。そうね、みんな嘘が、嘘をつくから、みんなどうしても、だからずっと信じた人が人狼だったりとかするし。なるほど。そう、俺も本当にニコニコ笑ってて、本当にいろんな人を騙しました。実はね、悪いやつなのかもしれないですよ。俺ずっと悪いやつかもしれないですよ。いろいろ私なかなかポーカーフェイスができないタイプかも。そうだね、もうでもすぐ分かるもん、多分絶対。ね、はい、ということですね、またちょっとあれの方をね、コメントです。コメントの方をね、はい、紹介していこうと思いますね。はい、そうですね、はい、ここからですね、皆さんって言ってますよ。そうですね、皆さんです。はい、皆さんですね。はい、共演したいって言ってますよ、アヤノンね。あ、ありがとう。結構大変だよ、アヤノン。マジで、はい、ね。ね、ルナさんいいなって言ってますね。ありがとうございます、嬉しい。場所教えてください、サヤ。今、おじさん行ってますね。西口。西口の階段の上に行ってください。そしたらおじさんいるんで、よろしくお願いします。はい、ごめんね、ぶっちゃけここの住所言っちゃうのまずいんですか。まずいでしょ、ここは。まずい、ごめんなさい、聞かれましたことください。はい、こういう打たれ強い女子のキャラ、クルーズには必要だねな。俺ね、本当に思うんだけど、この人すっげえあれだと思うよ。メンタル強いと思うよ。あ、本当強い。マジで、うん、マジで本当に、うん、そう思います。ね、ね、うん、ね、喋らないゴリタさん、喋ってるよ。ね、ね、ベンさんのキャラと違う役だって言ってますね。はい、はい、ね、そうですね。はい、ベンさんならありかもって言ってますね。食われてもいいと。意外と狭いですよねって言ってますね。人狼やりたいって言ってますね。今度クルーズで人狼やろう、んー、できればね、やりたいなとは思いますけど、うん、ね、はい、見てる人も 探れるって言ってますね。そうですね、うん、はい、あ、そうですね、あ、それでも面白いかもしれないね、この人は何なんだろうなっていうね、うん、VRG の、そうね、VRG のこの間ね、みやびちゃんが、ね、出てたんですけどね、あ、今度25日も出るみたいなんで、ね、言ってあげてくださいね。はい、で、人狼、市民、霊媒師、占い師、そうだね、騎士っていうのが狩人だったりとかするんだけど、まあなんかいろいろ言い方はある。あ、ボディーガード。はいね、つきましたね、さやさんね。余裕ができ次第ね、入ってもらうと思います。あ、違います。見つけられなかった。あ、マジかー、来たー。はいね、うん。はい。ねえなー。そう。あ、大貫さんが出かけた意味がなかったです。あ、そうね。うん、で、あと、あ、そうそう。あのね、知ってる？恋人って知ってる？恋人っていう役職があるんですよ。つながるんですよ、ね。そう。人狼の話？そうそう、人狼の話。ごめん、戻ります。人狼の話戻ります。恋人っていうのがあるんですよ。うん、恋人っていう役職があって、知ってます？いや、もうレンタル彼氏とかそっち方面の。違う。そういうことじゃなくて、あ、そう、恋人っていうね、役職あるの知ってる？レインさん。知らないです。あのね、例えばだから俺とメグさんが恋人だとするじゃないですか。で、メグさんが人狼に食われるじゃないですか。俺も死んじゃうんですよ。あ、そう。っていう。二人で一つみたいな。そう、二人で一つみたいな感じです。繋がってるんだ。そう。で、それは第三の、勢力になるので、恋人は恋人だけ残れば勝ちなんですよ。そう。そういう意味では、陽子みたいな。そう。陽子とか、だからその、神様とか、なんかそういう感じの、まあ、イメージだったりとかするんだけど、その、繋がってる人だと、その人が殺されたらダメだから、その人と自分が生き残れるように、うまいことこうね、やっていく。で、村人もいなくして、人狼もいなくしたら恋人の勝ちみたいな。そんな感じなんですよ。うん、そうなんですよね。それね、結構面白いですよね。うん、そんないろんな、本当にね、その、人狼を役職で探してもらえば分かると思うんだけど、本当にね、すげえいっぱいあるよ。狂人もね、2種類あるんですよ。狂人で、
本当に人狼がを知らない人、あ、人狼がどの人なのか知らない人っていうのが、まあ、狂人なんですけど、うん、で狂信者っていうのがあるんですよ。狂信者、それは人狼が誰だか分かっててその人を救うために行くんですよ、っていう感じの役職もあるんですよ。そうそんな感じなんですよね。だからね、結構ね、本当に調べてれば分かると思いますよね。はい、ぜひね、人狼興味ある方はね、あれかもしれない、それこそね、本当みやびちゃんとか出てるので、VRG の25日とか行くと結構楽しめると思います。じゃあ25日楽しみに、はい、そうですね、はい、本当に行ってもらって、渋谷の VR 人狼に行っていただければ、参加費いくらだったかな、忘れたけど、言っていただければ多分あれできるので、うん、体験できるので結構ね本当に面白いです。うん、ね、ぜひね、それね、覚えておいていただければと思いますね、はい、ということでね、もうね、実はね、もう30分過ぎてるんですよね、はい、なので、ね、そろそろヤフーショッピングの方が始まりますので、はい、まさきちゃん前ね来た時は30分から配信だったので、今ね、もう2時間ずっと配信してるから、もうね、自己紹介に関してはですね、省かせてね、はい、ということですね、もう一度ですね、ファッションコーナーの、ね、説明をさせていただこうと思いますので、レインさんよろしく、はい、来ないでください。ということで、そろそろファッションコーナーの時間になります。はい、クルーズ TV、ヤフーショッピング、ライブは、東京にあるセレクトショップクルーズ内にあるクルーズ世田谷スタジオにより生放送でお届けいたします。はい、観覧もできますので、はい、観覧をご希望の方はぜひお越しください。はい、スタジオにのあるこの場所で、はい、セレクトショップクルーズはここですね。そうです、ここですね。ヤフーショッピング内にお店を出店していて、はい、海外ブランドを中心に150ブランド、はい、はい、5000商品を取り扱っております。はい、ぜひショップページもご覧ください。はい、ぜひね、ご覧になっていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたしますね。ファッションコーナーですよね、この。ね、どうしようかな、はい、もう呼んで大丈夫なのかな、おじさん、大丈夫ですか、出れます？あ、さや来た。あ、来ました。あ、よかったですね。あ、よかった。準備できちゃいね、参加してもらおうと思いますね。はい。はい、大丈夫です。はい。で、おじさん、今日、出ますよね。あれ、レンさんは？あ、いますよ。はい。いやいや。おじさん、おじさん、出ますか？今、水上さや、来ました。はい、来ました。来ました。すいません。ね、お待たせしました。はい。はい、ということですね。じゃあ、おじさん呼びましょうかね。はい。社長、おじさん、出てきてー。ファッションコーナーでーす。ね、一緒にね、水川さんも出てもらおうかな。すぐ出れます？出れるよ。出れますか？はい、うん、はい、ということでね、おんさんでーす。はい、そうですね、真ん中上げていただいて、はい、はい、昨日もいろいろありましたけど、それはね、詳しくやらなくていいからね、はい、そうですね、おじさんでーす。行っちゃいけないの？行っちゃダメでしょ、行っちゃダメです。そうですか？ダメです、絶対やめろ、お前マジで、本当にいろんなところに角が立つから、お前マジで黙ってろ。はいね、よろしくお願いします。ちょっと待って、誰にも言わないけど、いっぱいみんな知っちゃう。そうだね、うん、ね、はい、よろしくお願いしますね。ということですね、はい、ファッションコーナーでーす。ね、ということでですね、1品目の商品、早速いきましょうか。はい、ね、はい、商品紹介お願いします。はい、じゃあそれでは今日の商品紹介のスタートです。はい。ヌーデージーンズ、はい、デニムのカバーオールジャケットですね。はい、ですね、ブランドリリース当初、世界で最も綺麗なシルエットと注目を浴びたブランドです。ね、はい、その人気は衰えることなく、今もなお人気のブランドであります。はい、そうですね。イタリア製のしっかりとした処方のデニムパンツが有名なブランドです。はい。そんな人気デニムブランドからカバーオールジャケットのご紹介です。はい、はい、コットンをヘンプを混合素材の存在感を生かしたアイテムで、はい、フロントにバッチポケット、はい、バッチポケットですね、はい、あと大きめのボタンですね、はい、でスタンドにもなるカラーなどのワークテストな商品にかか、かかりですかこれ。はい、こだわり、こだわりね、はい、こだわりのディティールでデザインされております。はい、そうですね、ヌーデージーンズですね。ヌーデーをね、何回か紹介してるんですけども、はい、さやさんもう大丈夫ですか？行けます？はい、じゃあ、あ、大丈夫ですよ、はいはい、ね、ということですね、遅れました、さやさんでーす。先に入ってもらおうと思います。はい、すみませんね、ね、助けてって言ってたからね。そっちね、はい、よろしくお願いしますね。はい、さやさんですね、水上さやさんです、よろしくお願いいたします。
大丈夫ですか？はいね、大変だったね。はいね、そんな感じですね。今日はアクションがすごいです、ね、ちょっとね、面白い回になってるんですけどね。はいね、まあ、一応じゃあね、商品の紹介に戻りますね、はい。ヌーデージーンズですね、何回かも紹介させていただいてるんですけども、ですね、ヌーデージーンズ、まあ、世界一綺麗なシルエットって言われてるんですけど、本当にね、シンプルイズベストですね。だからこそ何でも合う、うん、それがまあまあ、こだわりにもなってるのがあるんですけどね。これあったかいんですよね、うん、ちょっとこれ、レイさん持ってみてもらっていいですか？はい、ね、これ、はい、ね、これ持ってみると分かるんですけど、ちょっとね、本当にアウターみたいになってて、すごくかっこいいんですよ。で、ヌーディジーンズの、まあ、これはまあタグなんですけど、あれとして、その特徴として、このね、オレンジ色の紐とかね、ステッチがオレンジだったりとかするんですけど、これって M のマークあるんでしたっけ？ないんでしたっけ？一応ですね、G パンとかにはですね、ポケットのステッチのところに N のマークがあって、それがヌーディジーンズのね、ロゴだったりとかするんですけども、そんな感じでね、本当にシンプルイズベストなので、何でも合わせてもかっこいいと思います。でもね、これデニム生地なので、デニムに合わせてしまうとデニムになっちゃって、ちょっと変な感じになっちゃうかなっていう感じになるんで、もしあれだったら、デニム生地なので、下はコットンパンツとか、あとはまあ、うちで売ってるね、T&M とか、ああいうのね、17色あるんで、そういうのでね、合わせていただけるとね、一番かっこよく着れるんじゃないかなっていうのがありますね。僕が着るんだったら、これに赤の、多分、T&M を合わせるかなっていう感じですかね。うん、そんな感じで、うん、コーディネートすればいいのかなっていう感じですね。じゃあ、レイさん、お値段の方お願いしますよ。はい、値段は税込みで32,400円です。はい、32,400円ですね。まあまあ、はい、ブランドものなので、そのくらいはします。ただでもですね、アウターなので、アウターで、ブランドもので、このくらいだったら、まだ安い方です。ね、ブランドもので、アウターだったら、本当にね、10万近くするものとかいっぱいあるので、うん、それに比べれば全然ね、安いのかなっていうのは思いますので、ぜひね、そうそうね、冬のボーナスも入ると思いますのでね、うん、ぜひぜひね、うん、ご購入いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ続きましての商品いきましょうか。はい、はい、じゃあ続きまして、ロビンジーンズ、ね、これですね、はい、メンズシップのネイティブビーズパーカーです。あ、それってないですよ、別に。あ、それそうなの、はい、今着てますね。そうですね、はい、です、はい、じゃあアメリカを代表するプレミアムデニムのブランドです、はい。ビバリーヒルズ、ニューヨークに店舗を構え、さまざまな国の高級、ね、はい、あ、先生、はい、さまざまな国の高級デパートで取り扱われております。現在海外でも多数の有名女優アーティストが着用している注目のブランドであります。一着ずつがロサンゼルスが自社工場での、ハンドメイド、履き心地、加工にも、整った特別なジーンズであります、はい。アメリカでは有名アーティストによる、ロビンジーンズの曲などの多数発表されており、はい。ロビンジーンズで、はい、デニムを、はい、デニムを、はい、着想することがステータスになっており、ステータスにもなっております。はい、初見が苦手だそうです。そうですね、レイさん初見が苦手だそうです、ね、すいません、ね、まあまあ、次は何とか無駄にやります。ブラッド・ピットですね。ブラッド・ピットや、ジェイジー、はい、ビヨンセなど、はい、名だたるセレブティにも愛好家が落ち着こう。ね、姉さん、ちょ普通にゆっくり読んでくれればいいから大丈夫だよ。落ち着こう。絶対一応すげえ。そうです、ビヨンセなど、すごい有名なセレブティにも愛好家が多いブランドであります。はい、そうですね、はい、はい。まあ、うちのね、代名詞です、ロビンズ・ジーン。440は、ダーティハリウッドって言ったら、この3つ大体もうね、うちの看板商品のうちなんですけど、一応ね、これ今日はですね、一応これパーカーの方を出してみました。こんな感じで、ね、インディアン的なちょっと、ね、ロゴがあったりとかするんですけど、本当にね、さっき言ってたパリス・ヒルトンさんとか、いろんなそのセレブの方が着てるようなものだったりとかするんですけど、ちなみに L サイズが欲しいんですけど、はい、コメントで、はい、コメントで L サイズ、 L サイズありますよね。ない、ないのかない、ないらしいです。ごめんなさい、 L サイズがないらしいです。うん、L サイズがね、もう売り切れちゃう、ね、意外とね、ロビンもね、うん、結構ね、売れてるんですよ、最近。なので、うん、お早めにっていう感じなんですけど、はい。まあ、ちなみに言うと、僕、今日ズボンもロビンです、一応ね、これね。お目についね、これね。これ見ていただければ分かりますけど、これロビンです。はい。ね。ね。おじさん、それロビンですか？うん、ね、ロビンね、結構みんな着てます。ね、クルーズの人たちはね。うん、こんな感じでね。うん、もう、コーディネートとしてはもう、こんな感じ。こんな感じがかっこいいかなっていうのを思います、正直ね。
海外ではブラッド・ピットが来てます。そうですね、海外ブラッド・ピット。日本では、武尊森田がそういうこと言うからハードル上がっちゃうでしょっていう話でしょ、うん、ね、上がらないから、はい、上がらないから、ね、一応ね、あのロビンズ人ですね、今ハードル下げたんだよ日本では日本、いやいや、それは日本に失礼、日本に謝ってくださいこちらのジーンズどのくらいでしたっけ？ 3 万ぐらいですよ、ね、うん、3万ぐらいです。でもロビンでも安い方ですね、これはね。ロビンだったら、高いのだったら6万から7万するので、これ5万ぐらいです。そうですね、質感がいいですよ、これ5万ぐらい。女の子で履けるんですか？全然履ける。なんなら、だって女の子だってロビン履いて今ファッションショー出てるからね。今、昨日、ファッションショーだったんですけど、それでも、ね、ほぼみんなロビンですよね、うん、基本ロビンですね。こういうね、シンプルなロビンのズボンもあるんですけど、あのね、ゴリゴリのめちゃくちゃ派手なロビンとかもあるので、うん、そういうの全部扱ってるので、まあ、後で見せてありますね、うん、すごいのでもうあったりもするんですけど、ファッションショー出すやつは、そうですね、大体5万オーバーのやつを出すので、そうですね、ファッションショー用にアメリカから預かってるので、そうですね、あるんですけど、昨日17人着せて、はい、多分200万円分ぐらい出しましたね。ね、そうですね、そのくらい出してますね。すっげーかっこいいんですよ、ヒョウ柄とか、ね、格子柄とかもすっげえいっぱいいろんなやつがあるんですけど、まあだからちょっと尖ったね、ファッションとかをね、したい人とかはそういうの着ててもいいし、まあだからシンプルで、でもこれ本当にね、ロビンってね、分かる人分かるんで、履いてるだけで、ああ、この人ロビン履いてるって分かるんで、ね、一応ね、こういう感じで、箱はまあこんな感じなんですけど、この羽のマークがね、ロビンの一応の特徴の一つだったりとかするんですけどね、こういうやつですね。はい。はい、そう、ゴールドウィングではないんですけど、僕のやつは。大体ここにロビンのはね、ここにゴールドウィングがここついてるんですよね、ロビンね。すごくかっこいいのでね、ぜひね、これね、ステータスになるので、だから時計で、ね、あるじゃないですか、オメガとか、ロレックスとか、そういうのつけてるのと同じ感覚で、1本持ってればすごくかっこいいのかなっていう感じですかね。はい、うん、本当に分かる方には分かります、ロビン。あの人ロビン履いてるっていうのは分かるので、うん、本当にそういうのでね、試していただければと思いますね。ぜひぜひね、はい、よろしくお願いいたします。ご検討くださいませ。これね、パーカーのね、コーディネートもこんな感じも大丈夫ですし、ね、ちょっとね、奇抜なファッションしたいなって言ったら、それこそね、ちょっと色のついたズボンとか履いたりとかしてもかっこいいのかなっていうのがね、はい、よろしくお願いいたします。お値段の方は、はい、税込みで 24,480 円です。はい、バラのものなのでそのくらいはするんですけども、でもね、ステータスになるんでね、1本 ね、1個ね、こういうの持っててもいいのかなっていうのがありますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、続きましての商品いきましょうか。はい、続きまして、スコッチ&ソーダ、パーカーですよね。はい、はい、ですね、はい、オランダのアムステルダム初のカジュアルブランドのスコッチ&ソーダになります。はい、ベンテージ、バンテージ、ベンテージか、まあ、ハイクオリティとメジャー扱いなので他ブランドにはない存在感のあるアイテムが笑いすぎ特徴的で多数のファッション雑誌も調査される人気ブランドであります。はい、はい、ベンテージ、あ、ヴィンテージね、ヴィンテージ感のある加工や外出物の古着っぽく見せたデザインです。はい、はい、でサーブテイストを取り入れたデザインなどの特徴的であります。はい、どうやら俳優の、竹井さん、僕ですね、はいはい、このブランドがお好みだそうです。そうですね、はい、レイさん、多分ね、面白いね、初めてですげえテンパってて、それが分かるんですよ。台本でもすごい緊張しちゃってな、そうなってる人がいるんだけど、普通に読んでくれれば大丈夫だよ。普通に、そんなね、そんなにみんな求めてないから大丈夫です。普通に文章読んでくれれば。ついに今日、今、村崎さんが気づいてしまいました。あれ、また紫気づいてますね、そうね、今日ね、実はね、紫さんが来るっていうので、ちょっとね、思考運なんですよ。紫を入れてみようかっていうのでね、ありがとうございます。これとね、スコッチとこれもそうだし、ロビンもそうだし、ね、ちょっとまあ、ヌーティーは違うんですけど、まあまあ、次に出てくるやつも紫ですね。はい、紫が色もあるんですか？あ、もちろんありますよ。はい、ありますんでね。これね、スコッチ、さっきね、文章にもあったんですけど、僕、多分ね、うちで扱ってる商品の中で、スコッチのデザインが一番好きですね。うん、奇抜、違いますか？はい、じゃあどうぞ、前の方へ。どこの国だっけ？スコッチは、あれ？スコッチは、イギリス？イタリア？違う。あ、違いましたっけ？違う。オレンジ。はい。オレンジの国。あ、そう、オランダだ。そうだ。スコッチはオランダです。うん。
スコッチオランダです。あの、ね、ブランドがね、アムステルダム。そうそう、アムステルダムですね。100、だってね、150ブランドあるんですよ。全部覚えられますみんな。ね、あ、これね。全然でもこのワンピースと合わないですね。そうですね。まあでもだから。すいません、合わなくて。そうですね。まあまあ、単純にその上が奇抜なこういう色なので、大体着るときはですね、デニムのパンツとかね、デニムがいいですよね。デニムのパンツとかね、あとはまあ、全然合わない。女の人だったら、そうだな、あと短パンとかでも、ね、そうですね、ショーパンとかでも、まあ、それはまあ、時期がね、ちょっと寒いので、だとしたら多分ロンスカとか、うん、ロンスカとかの、ちょっと、そうデニムのね、そうタイトスカートとか、そういうのとかだったりとかするとかっこいいかなっていうのはありますかね。はい、で、ね、これね、本当にね、スコッチはね、調べてみられば、なんで立ってんの？あの、落ち着いてレインさん大丈夫だから大丈夫だから落ち着いて、うん、あね、落ち着いて、ちょっとね、テンパってるとね、ろくなことないよ。文章わわってなっちゃうから、落ち着こう。レインさんね、テンパってるはってなってるから、本当に。きっとレインさん、超いろいろ考えると言ってないこと。いっぱいあるんですね。そうですね。ね、それはね、あるんですよね。ね、はい、そんな感じですね。ね、ぜひね、もしね、僕本当に可愛いのでね、うん、スコッチ他にもいろんなデザインありますよね。うん、ちょっと遊んでるようなものがあったりとかするので、もしよかったらね、こういうのね、こう折っとくとね、かっこいいかなって。スコッチアンドソーダは基本的に、日本にはですね、明治通りに、あります ね、はい、原宿の明治通りの、渋谷から原宿に歩く明治通りの途中にスコッチアンドソーダってあるので、ただでもそこで売ってるものとうちで売ってるものって全然違うので、そこで売ってるものってそのなんていうんですか、日本のところスコッチでは大体売ってるものだったりもするんですけど、うちアメリカ直輸入なので、そういうこういうのが売ってなかったりとかするんですよ。なので、アメリカ直輸入のものがね、欲しい人はですね、こういううちで買っていただければと思いますのでね。はい、お値段の方は、はい、税込みで15,120円です。はい、15,120円ですね。まあまあ、はい、ロビンよりかはちょっと安いかなっていう感じですけどね。巻き心地いいです。そうですね、本当にいいですよね。可愛いし、可愛いね、本当に可愛いと思います。本当にね、なんて言うんだろうな、スコッチは特にあれ前する、商売するんですよ、結構ね、はい、ね、ちょいちょい出してたりするんですけど、ね、意外とね、僕、自分がスコッチが結構出会いが好きなので、ね、衣装とかで、そのドラマとかに出た時とかに、ね、そういう服でいけるような時は、スコッチ貸してもらっていいですかって言って、よく借りて行ってはしてますね。はいね。ファッションショーのやつ。そうですね。はい。ファッションショーのやつを借りて行って、それで出演してたりとかしますね。ただでもですね、言っときますよ、皆さん。これね、本当にみんな言っとくんですけど、ね、普通の服着てる人と、こういうブランドものを、僕は衣装を借りれるから借りていくんですけど、ね、カメラ映え全然違いますからね。めっちゃかっこよくなるので、本当にそこだけ本当に言っときます。本当に、うん、だからそのだからなんだろうなって思うのが、だからそのね、芸能人の方とかもよくね、番組とかで来てるんですけど、ね、意外とね、うちで取り扱ってるそのブランドだったりとかするんですよ。この間ね、ロケ番組でホリスター着てる方もいらっしゃったし、アバクロ着てる、アバクロのズボン履いてる方とかもいらっしゃったし、本当にね、いろんなところで使われてるので、そういう人、そういうものを着てると、やっぱりそのそれだけ目立てるというか、多分一ランク上に行けるんですよね。なのでね、ぜひそういうのね、一個あるといいのかなって思いますので、よろしくお願いいたしますね。はい、はい、じゃあ続きの商品いきましょうか。はい、ポーチカードケースになります。はいですね、じゃあ女性に、ね、前に出て、じゃあさやさん前に出てくるかな。はい、すいません、あ、じゃあ紫だから、はい、こちらですね。はい、こちら前の方へどうぞ。はい、そうですね、1941年からアメリカのニューヨークのマンハッタンの小さな工房からスタートしました。さまざまな年齢層に合う洗練されたデザインや寝室の、そうだね、高さに特徴です。現在ではアクセンシブル、ラグジュアリー、ライフスタイルブランドの担い手として世界中で愛されているブランドとなっております。はい、はい、ということですね。はい、ほらね、落ち着いたらちゃんと喋れるじゃん。なんでそんなにテンパるの、ファファファってなるから。でも、ね、今日はね、コーチなんですね。そうなんですよ、一応ね、もうみんな言わずと知れたコーチですね。皆さんコーチは
てますよね、はい、うん、あのバッグとかもありますし、女性は多分好きなブランドだとは思うんですけど、今日ね、あの前回ちょっと違うそのデザインのヒョウ柄と黒を出したんですけど、ちょっとこういうのもありますよっていうので、今回もちょっとコーチの、ファスケーションを、ね、出したんですけどね、一応エンジと、紫ですね、はい、紫さんですね、紫ですね、はい、紫、はい、こういうのね、1個あるとね、本当に可愛いと思います。そして、ね、今のクリスマス前なんですよね、クリスマス前なので、ね、こういうのをプレゼントすると多分ね、角立たないし、あのね、変な感じにならないので、すごくいいかなっていう感じですね。はい、欲しいです。欲しいです。そう、そう、そうね。だから、そのネックレスとか、指輪とか、あの恋人だったらいいんですけど、恋人じゃない人に送るときって、おかしいじゃないですか。おかしくなっちゃうじゃないですか。なんか変な感じになっちゃうんですが。だから、そういう場合は、こういうね、パスケースとかね、そういうのを送っていただければなと思うんですね。はい。ね、そうですね、いや、そうじゃなくて、違う、でもそうじゃないですか、だって嫌じゃないですか、だって付き合ってもない人から指輪もらうの嫌じゃないですか、イケメンだったら嬉しいですね、ね、あの、好きだったら、好きな人だったら別にいいと思うんですけど、別に好きじゃなかったら、なんか慌ててますか、慌ててねえわ、なんでやねん、あのね、これあ言っときますよ、海さん、あのね、今日この状態で、俺をね、そういう風にいじり始めたら、あのね、収拾つかなくなりますからね、言っときますよ、うるせえ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 、分かった、うるせえ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 、はいね、うるせえ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 、いつプレゼントするって言ったんだよ、ね、はい、森田さん初めて、絶対怖いから怖くない、怖くない、大丈夫ですよ、はい、今のお値段は、お値段の方聞きましょうか、これは安いんですよ、はい、はい、税込みで5,940円、はい、6,000円あの切ってますんでね、うん、すごく安いんでね、うん、コーチのパスケースでこれって結構僕頑張ってる方ですよね、ね、本当に、なんだろう、パスケースでもブランド物だったりとかすると、例えばエルメスとかそういうのだったりとかすると結構するんで、うん、それに比べると全然多分お安く見れるなと思ったりするかなっていう感じですね、別に、他のところでも売ってたりとかするんですけど、こういう商品とかってやっぱり、ネットとかで買ってこうね、やってあげるのが一番いいのかなって思いますので、ぜひね、あの、見ていただければと思います、あのクリスマス近いんで本当に、はい、あのプレゼントとかしてもいいのかなって思いますので、ね、ぜひぜひね、あのこういうのね、お買い求めになって、ね、それとかね、それこそね、あの別にあのその普通の一般 の, その女性とかでもいいですけど、例えばですよ、例えばですけど、あの好きなアイドルの推しの子とかいたりとかして、そういう子とかにそのなんだろう、イベントとかの時にどうぞって言って渡してもいいのかなって、こんくらいだったら多分そういう変な感じにならないので、変な感じにならないので、逆にあの喜んでくれると思いますよって思いますので、ね、ぜひね、あのこういうのご検討いただければと思いますね、今日はいっぱいだ俺、コーチですね、本当にすごい可愛いので、ね、もしよかったらね、ご検討いただければと思いますね、さやさんどうですか、持ってみて、もうなんか軽いですね、そうですね、いいですよね、あのね、あの、うん、今度ね、財布とか、なんかあのカバンとかにね、入っておくんですよ、ポケットに入れやすいっていうか、そうスイカで使えそう、そのままっていい、そうですね、はい、そうですね、スイカとかでもいける感じだし、本当にね、あのすごい用途がすごいいっぱいあるんで、やっぱりバスケースって、それこそね、あのアイドルの子とかに会いに行ったらチェキ入れにしてもいいですし、誰かにあげたいのもう一回言いますよ、俺をここでいじったら、あのね、収集つかなくなりますけど、いいですか、いや、俺、多分もうついてないと思うんでね、うん、ぜひよかったらね、あの本当にコーチ、あの可愛いのでね、あのぜひね、あの、プレゼントでも、自分にへのご褒美でもね、ぜひね、あの、買っていただければと思いますので、よろしくお願いいたしますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、終わりましょうか。皆さん、はい、ね、あの8時から占いやるんで、そっちにしますか、それともそれ着ときますか、あ、これ着とく、あ、それ着ときますか、大丈夫ですか、はい、ね、はい、来ていただいてね、可愛いのでね、はい、ぜひね、あのこうやってね、やっていただければと思いますのでね、で、5分の出勤これで終わりとなります、ありがとうございます、はい、紫ばっかり入れてくれてありがとうございますそうだね、うん、本当にね、紫ね、うん、入れてみました、ちょうどいいじゃないですか、紫着てて、そうね、うん、ね、本当に今日さ、森田くんを占ってもらった方が今日なんかあるよ、え、私占ってほしいですどういうことですか、私占ってほしい、いや、ここにテーブルってちっちゃいの置けます、あれ、あ、ちっちゃいだったら、あ、それね、これはでも、うん、向こうから行く、椅子とかでもいいですよね、はい、ね、はい、私占ってほしいです、はい、わかりました、じゃあ、どうしよう、一人、まず、帰ろ帰るかーい、はい、ね、ありがとうございました、ありがとうございました、あ、じゃあ、寄ろっか、寄りましょうか、すごい、占い気になるんですけど、はい、今日はやっぱり、みんなやってあげた
ないから、うんうん、1枚引きとかでもいいですか？あ、全然大丈夫ですよ。本当に大丈夫です。はい。ね、あの、それは本当にいいと思いますんでね。うん。あの、なんかね、なんか、あ、その赤い椅子とかでもいいですよ。このテーブルがいいな、シャッフルしたいんで。あ、このテーブルはね、あのね、使う、ちょっとしんどいですね。はい。ね。シャッフルができれば。この椅子は、椅子でも大丈夫？もうちょい置けばいい。なんかこう、こうやる。こうやりたいですよね、多分ね。広いんですよね。広いのが欲しいですよね。はい。ね、ね、まあね、だから、うん、1枚引きだったらそんな時間かかんないですよ。あ、はい、大丈夫です。そうですよね、うん、だから多分 お話をちょっとしながら引いていきますね。そうね、はい、それでいいですね、はい、じゃあ、2名をこちらにお寄りになって、はい、お寄りになって、うん、お寄りになって、さやさんもこっちに寄って。さやさん、すいません、あの、さやさんは、はい、どうして今日遅れてきたんですか？あの、道がわかんなかったあ、ね、うん、さっき言ってたじゃん。ルダちゃん、これね、別にわざとじゃないですか？わざとは、ね、わかんなくて、すごい素敵なのがあって、素敵なテーブルがあって、あの、申し訳ないから、1000円渡します。くれたので、さやさんの、自己紹介をね、みんなはもう自己紹介してるんですけど、さやさん多分自己紹介まだしてないのでね、さや、うん、さんの方ね、自己紹介をね、カメラの方を見ててね、はい、一応ね、これを貼っときますね。前のやつで、ね、でも、大木さんがね、迎えに来たけどいなかったって言ってました。さっきここに座ってた方です。さやさんと待ち合わせしてたのに、駅の最初、レイさんが駅にいるって言って普通にあの駅で待ってたんで、もういい、それは楽屋でやろう。楽屋でやろうね。楽屋でやろうね。あのね、ちょっと面白いんだけど、面白いんだけど、あのね、メインさんがね、もうお手上げってなってる。しょうがないわけ、今日は。そうね、自己紹介しましょうか。ね、はい、こちらカメラに映るんですね。あ、水上さんです。ツイッターとインスタ今やってるんですけど、はい、フェイスブックは気まぐれでやってます。はい。インスタは今回アカウント新しく作るので、またご報告いたします。はい、そうですね。そこはね、告知でやろう。それは告知で。告知じゃないんですよ。今日は本当に間に合ってたんですよ。あ、大丈夫。あなた、あなた、もういい。あの、言えば言うほど傷が深まるからやめな。傷が深まるから。いじめないです。いじめないから大丈夫だよ。レイさん大丈夫。顔がね、どんどん暗くなってってるよ。大丈夫か。大丈夫だよ。スペシャル企画みたいなのがあればね、やってもいいかもしれないですね、はい、面白いかもしれないですね。はい、ですね、私すぐ信じるからダメだ。あ、そうだね、人狼ってね、信じる人は騙されやすいからね。やばい、私やばいね、本当に、うん、やばいと。そうね、だって人狼が人狼って言うわけないんだから、殺されるのね。ね、はい、メグさんの話が聞きたい。さっき話したよね。うん、ね、本当に、あの、はい、本当にね、これからちょっとね、ちゃんと占いもしてもらうのでね、はい、もっともっとしていただけたらですね。はい。で、もちさん、ダリアのルールだけは詳しそう。ルールだけはってどういうことだ？俺結構うまいぞ。ね、うん。もちさん、ルールめっちゃ知ってるから仲間だと嬉しいけど、人狼だと脅威そうだね。あのね、人狼の時って大体勝つ俺。ね、うん、レイさん頑張れって。頑張れって言ってくれてるよ。ね、今日はね、本当にすいません。今度ね、あやの来たらね、ありがとうって言ってあげて。あのね、あのイケメン好きだから。みんなありがとう。本当にごめんね。はい、ショッピングコーナー終わってました。今日は何かショッピングコーナーのやつです
ね、はいね、騒がしいね、そうね、騒がしいね。今日はちょっと騒がしい。騒がしいね、本当に。うん、ね、うん。誰のせいかしら。ね、お前だわ。はいね、ムーディじゃないよ、ヌーディね。ヌーディジーンズね。ヌーディジーンズですね。はい。前になんか聞いたことあるぞ、それはあなただって読んでるからね。ヌーディ出してるときに読んでるはずだよ。うんね、はい。世界一綺麗なシルエット、そうなんですよ。世界一綺麗なシルエットなんですよ。あのね、シンプルイズベストなんですよ。だから奇抜なそのあれはないけど、でも、その、なんて言うんだろう。その分、綺麗に見えるというか、うん、そんな感じなんですよね。はーいねー。さやさん、これで良かったですって来てますよ。ねえ。ほんとこれで良かったです。ほんとね。来れなかったらどうしようかと思って。何も泣きそうでした。今の件はレンジさんなんで。心配してるよ。そうだね。俺はいつも通りやってるつもりなんだけどね。いや、ちょっといつもと違うよ。すげえ喋る人がいるから。すげえ喋る人がいるからね。ね。頑張ってるんですよね。はい、あやのさん嫌いにならないでねって言ってますね。チェックですね。はい、出たカードケース、そうなんですよ。カードケース最近ね出してるんです。これはやっぱねクリスマスが近いんですよ。だからみんなやっぱプレゼントとかにもいいかなっていうので今回出させてもらってるんですけどね。やっぱりね。はい。はい、ちくさん、おばさん、クリスマスだよって言うのね、嫌い。ねえ、あなたには、あなたにはあげない。っていうかね、俺プレゼントしねえからな、あんまり。はい、ね、タトさん、ルナ黙れって。ルナ行けって言ってチェック。ね、安い。そうね、あのね、コーチ安いんですよ、ね、意外とね。はい。
変な感じになりたい場合はどうしたらいい、たーくん。それは指輪を送ってください。はいね、うんね、はい。たーくん、あの48グループの娘たちに、バラマナキはパスケースせいや。本当に俺殺されるからやめて、それ。本当に。うん、ね、最近ね、あの48グループの方たちと、あのね、共演することが多いんです。だから、そういう時にあげなって言われるんだけど、そんなことしたらマジ殺されるからね、いろんな人からね、本当に、うん、それ本当に、うん、怖いんだから、はい、ね、私もタロットしてほしいって言ってますよ、アンドから、はい、あ、今度一緒になったらね、うん、ぜひしてあげてくださいね、はい、はい、さやさん待ってましたって言ってますよ、さやさん大丈夫だよって言ってますよ、はい、皆さん心配してくれてます、はい、はい、おまわりさんたーくん、おまわりさんたーくんここにいますよって言ってます。はいね、そういう感じですね。はい、ということですね、コメントの方紹介しましたのでね、ごめんね、全部読めてないんだけど、全部読んでたらね、ちょっとね、放送時間ね、いっぱいいっぱいになっちゃうんですね、そこだけね、ごめんなさいね、ということで。ということで、ね、せっかくね、皆さん来ていただいているので、カードの方をね、ちょっとしてもらおうと思います。はい、基本的に占いでタロットなんですか？そうですね。基本はタロットがメイン。はい、タロットメインにやってます。そうですね、なんかね、占いでもいろいろあるじゃない、ランスイさんはだってほら、四柱星ですしっていうのがあってね、うん、本当にね、でもね、タロットってね、結構ね、僕信じるんです。なんでかっていうと、もちろん四柱星も信じてるんだけど、基本占いで全般信じてるんだけど、やっぱね、タロットカードってなんかさ、なんかほら、昔からあるし、なんか含んでる感じするでしょ、なんかね、うん、貧しい、そう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 、だし、あのね、うちのお姉さんも結構ね、占いが好きなんですよ、うんうん、で、占いとかそういうのが好きで、あとカードをあのね、はい、そのパワーストーンみたいに扱ってる方もいらっしゃるので、はい、そういう感じでうちの姉貴も使ってるんですけど、だから家にねすごいカードはいっぱいありますね。ということでね、やってもらうと思いますね。けどね、僕はね、死神が出ない方がいいなと思ってるんだけど、死神のあの逆位置だったら別にいいんちゃう。そういうわけでもない。あ、そういうわけでもない。そういうわけでもない。俺のね、ちょっとした知識はあるんだけどね。うん、ね、そんな感じですね。じゃあ、せっかくやってます。じゃあ、ルナさんから言ってもらうか。やってほしいってうるせえから。やってほしいってうるせえから。一人一個ずつの質問でいいですか。そうですね、そうですね。それでいきましょう。じゃあ、ルナさん、じゃあまず、はい、話を聞かせてください。はい。はい。何を話せばいいですか。占ってほしいもの。占って、じゃあ仕事のこと。仕事のこと。仕事運。どうなりますかっていう。仕事どうなりますか。これから先どうなるかなって。何の仕事ですか。今は芸能の仕事です。はい、役者ですか。はい、役者とか、まあ、その他モデルとか、タレントとか、はい、モデルとかです、ね、どっかに絞りましょうかね、じゃあ、うん、どうしよう、役者としてにする、どうする、うん、まあ、タレント活動、タレント活動ね、タレントにしましょうか。どう、あれ、1枚引きでいいですか。1枚引きでいい、1枚引きしかダメなんですよね、だって時間的に、時間的にいいですよね。そうですね、はい、本当に簡易的ないいですかね、もうそれしかないんですよね。はいね、ちょっと待ってください、はい、ちょっともうちょっといいですか、はい、じゃあ行きますね。皆さんね、タロットやるってすごいかっこいいよね。すごい好きなんだよね、タロットやってる人ね。だいたい私も顔とエネルギーでもみんなタイプ分かってる。えぇ、ー、私どんなタイプですか。結構ガッツあります。まあまあ、雑草のような方です。ね、だからいいじゃないですかね、こういう芸能の仕事ってある程度強さがないと難しいと思うので、おとなしいとね、前に出れないからね。まあ確かに、それはそうなんです。私おとなしくないんですか。おとなしくねえわ。お前これでおとなしいって言ったらお前マジでパンチだろ。それならさやさんの方がまあまああれだ。お前おとなしいわ。ね、本当に。はい、ね。え？でも何？ね、何ですか？じゃあご自身の名前を心の中で唱えていただいて、はい、今の質問を心の中で唱えてください。お、ん、今の質問。今さっき言った質問が当たった。で、1枚引きましょう。はい。はい、見ていいですか？あ、私が引きます。はい。これでいいですか？はい。はい、時間が長くかかります。あ、いいっすよ。全然説明してください。カードはね、これですね。はい、こちらですね。はい、これは時間が長くかかっているカードです。だから、はい、どっちかっていうと、長い時間をかけて、結果を出していくみたいな。なるほどね。大器晩成みたいな。そうです、その通りです。でも別に悪いカードはないので、あ
ち着いて時間をつあのかけて一つ一つ積み上げていかれるといいと思います。焦らずに。そうです、そうです。焦らない。はい、ありがとうございます。だから本当に、そうだね、まあ大事なことだよね。塵も積もれば山となるんで、一からずっとね。もう一枚引きます。もう一個ぐらい見たい。もう一回いきましょうかね。ちょっとなんか味気なかったよね、一枚の。何質問ないですか？別の質問の方がいいですか？いいですよ。じゃあ、恋愛運は今どんな状況ですか？あ、フリーです。あ、フリーです。フリーですね。未婚です。フリーで未婚で。はい。ちょっと彼氏いたのいつ頃？いや、もう3年ぐらい前です。3年ぐらい前に彼女がいましたね。彼氏ですね。恋愛、はい、いいね。なんだろうね、タロットやってるとなんかこう、ごめんなさい、あんまり言わない方がいいかもしれないんですけど、私以前ここの番組出てた共演者の人に一時期恋をしてた時があった。そうですね、言うんだね。言うんだね、結局言うんだね。なんか俺たち休んでますね。そうね、休む。俺、ほら、だってほら、占いだから今はね。うん、ね、ちょっと俺じっくり見たい、ちょっと。うん、はい、はい、じゃあ行きますね。はい、このまま言っていいですか？はい、言っていいです、はい。ドン、ドン、ドン、ドン。うわー、女帝。でも、あれですよね、割とみんなから可愛がられるというか、そういうところはあるので、恋愛運っていうよりは、なんて言ったらいいのかな、みんなでワイワイっていう感じ。じゃあ特定の人と付き合うことはできないってこと？いや、そういうわけじゃなくて、そういう中から恋愛に発展する可能性があるってことです。あ、じゃあ大きいなんか集まりとかで、これね、向きがあるんで、はい、ただ、そう、イベントとかで出たカード、これですね。そうですね、女帝の、ただ女帝の逆って結構わがままなんですよ。あ、私はノーマルです、こう見えてもすごく強いカードなんで。強い、それはわかるよね、もうわかるよね。当たってますよ、当たってますよ。するかな、これの曲が出るときっていうのはかなり強い人に出るんですね、私の場合はね、はい、でだからちょっとの曲が出る人はちょっとやっぱ抑え気味にした方が男性受けはいいかな。当たってるよね、当たってるよね、完全に当たってるよね。ちょっと面白いじゃんね。もうちょっとね。そうだね、本当、うん、おしとやかになろうか、おしとやかを勉強しよう。あのさやさんを見習おう、ね。よろしくお願いします。それがもうおしとやかじゃねえんだよ。ね、はい、マロなんですか。でもなんていうかな、みんなから好かれる人気運ではあるので、はい、それは忘れないでください、ね。はい、ただちょっと強くなりすぎちゃうのがある。ああ、事実です。はい、もっともっと細かく引いていくと分かるんですけど、ごめんなさいね、次の方に。はい、ありがとうございます。頑張ってください。みんなね、ちょっとね、占ってもらいたいなと思うんで、次ね、さやさん占ってもらいましょうかね。はい、はい、まず、お話をね、した方がいいですね。聞きますか、さやさん。人間関係もあるんで、はい、なんか、とりあえず最初は例えば、まあ、仕事これから上をやるにつれて女優面とか歌手とか、どういう、あ、そうそう、どれが一番向いてるのかなと。あ、そのだから芸能をやる上でその歌手をやるのか、役者をやるのか、モデルをやるのか、そういうのでどれが一番向いてるのかなっていうのが知りたいな。じゃあ1、2、3って出そうか。そうですね。ですね、はい、一番が何ですか。一番は、はい、女優。はい、二番が。二番が歌手。三番が。これってなんか意味がある。多分3枚出るから、それの結果が出る、どれが一番向いてるのかなっていうのが出るんですね。はい、いやーね、タロットってさ、なんかいいよね。なんかいいですね。どういうとこがいいですか。なんか暗くしようかもね、部屋をね。なんかそんな感じしない。なんかね、タロットってそういうイメージだよね。はい、じゃあさやさん、ご自身の名前唱えて、はい、心の中で一番、今の順番で言ってください。一番なんだっけ。俳優、役者、女優、2番歌手、3番モデル。どれが自分が向いてますかって質問したら、1、2、3の順番で引いて置いてってください。どうぞ。はい、じゃあ行きましょうか。お願いします。はい、なんだろうね、本当にタロットってさ、なんかさ、絶対なんか当たってるよね。それに当たってますね、さっき当たってたね、私も、ね、完全にね。
そのままだった結構ね、あの今はちょっと簡易的なんですけど、本当びっくりすることいっぱいあるんですよ、食べてみて。私、ダブルスプレッドっていうのをやっていくんですね、細かく切っていくんで、もう怖いぐらい同じカードが出たりするんです、タロットが言いたいことが何度も出てくるんですよ、すっごい面白いです。来てください。そうですね。ただですよね。ただじゃないですか。あ、ごめんなさい、ただじゃないです。それはそうでしょ。それはそうでしょ。当たり前。当たり前だ。ちょっと迷って、まあ、ちょっと安くしてもらうとかですね。はい、じゃあ出していきましょうか。まず女優から。歌手モデル、はい、逆位置だ。釣られた男、これってそのまま言って大丈夫ですか、ね、あ、大丈夫です、全然言っちゃってください、はい、なんか言われた方がスッキリします。あ、そうですか。あのね、あの今の話だから今後ね、あの変わっていく可能性があるからね、大丈夫なんですけれども、カメラ、こうですね。そうですね。はい、ああ、ちょっと持ってかれちゃうと読めないなんで。ああ、ごめんなさい。ちょっとこれですね。うん、ですね。私イメージで読んでくるんで、はい、まず、なんだっけ、女優さん。女優。うん、まずパッと見たときに、どれか絶対っていうのがないんです。はい、ただこれ何度も言うけど、今の状態だから大丈夫だからね。あの今後変えて。で、まあ、努力次第ですよね。あの変えられるからすごい大丈夫なんですけど、今の状態だと特にこの真ん中は良くないです。通算どうよくないんですよ。これはやっぱりかなり努力が必要。やっぱり動かないっていうカードだし、すごくあの忍耐というか自分が頑張っていかなきゃいけないカード。あと努力が必要、そうですね。あと女優さんに関してもやっぱりちょっとまだ実力が足りてないっていうカードなんですよね。で、こちらなんですが、こちらもこの中で一番まあなんていうかな、少しいいというか、でもまだこれもちょっと力を出しきてない。なので、あの特にここはちょっと時間がかかると思います。一番大きいカードなんですよね。で、女優さんに関してはもう少し努力、経験を積んでいきましょう。そうですね。そうすると変わると思います。はい。で、モデルさんよりモデルさんでもいいんですけど、これはね、政治だったらすごい良かったんですけどね、惜しいですよね。だから逆位置ですね。政治だとこれ結構人気のカードなんですけれども、うん、今ちょっとひっくり返ってしまっている状況なんで、ここのとかのあれじゃないの、ね、どう努力次第で変えられるカードはこの2つです。で、ここはちょっと難しい。かなり努力しないと、うん、時間がかかる。なるほどね。努力します。なので、頑張ってください。頑張ります。大丈夫です。俺初めて知ったよ。ハンドリングマンの逆位置って悪いんだね。ハンドリングマンは時間がかかる。そうなんですね。僕知らなかった、それ。ハンドリングマンの逆じゃない方は何なんですか？いや、両方とも。あんまりよろしくないっていうのは聞いたけど、ここまで悪いと思わなかったな。縛られちゃってるから。ああ、そういうことなんですね。森田君何聞きたいの？はい、じゃあ仕事運でお願いします。はい、じゃあ、あ、じゃあ俺最後の方がいいんじゃないですか。そうですね、先の方がいいんじゃないですかね。はい、はい、じゃあまあ僕はもう仕事運で、はい、はい、じゃあ、まあ、どういう状況か、もうちょっと何あの状況を言ってください。そうですね、まあ、来年ですね。来年の仕事運の運勢を知りたいです。で、今どういう状況なんですか？今あの、はい、どのくらいの感じで活動しているのかとか、そういうことですか？来年は、まあ、舞台を4つか5つほど控えておりまして、はい、でかいところと、あとはその地方で CM も流れますし、いろんな100人、200人の方の前でいっぱいアピールすること機会がいっぱい増えまして、うん、で映画会社にもちょっと行くことになっているので、それ絞ってみなくて大丈夫？絞ってみなくても大丈夫です。いいの？全体的で大丈夫。来年のことで。じゃあ、名前を言ってください。心の中で。で、僕の来年の俳優はどうなりますか？はい。はい、で、2枚です。はい、じゃあ。ここに私の方に置いて。面白いな。面白いですよ。面白いですね。ちょっと今日はね、あの簡易的なんで、ほと
かもっと面白いんですよ。ねえ、がっつりやるとね、本当に。はい、いきます。はい、いきます。ドン。おっと、ぐしゃ。ぐしゃ。いきますか。はい、どうぞ。ぐしゃ。いやいや、そんなにそんな詳しくない。いや、一回ちょっとカメラに見せても大丈夫ですか。はい。このカードで出てますね。はい。まず、愚者なんでフリーっていう感じなんですよね。だからもういろいろ自由。合ってますか。自由にやっていってほしいですね。とにかく自由に動いていくっていう年。うん、だから、あんまりこうしがらみに、なんていうの、そういうのにもう縛られない方がいいと思います。要するに甘い意見もあんま、ね、聞かないでっていうか、その聞くのもいいんだけど、自由にやっていく。うんっていうかね、どっちかっていうと本当はフリーランスなんですよ、このカードって。だから例えば何かに縛られるとか、大きなところに縛られて自分がそこのだけをやっていくとかっていうよりは、フリーランスで自分がいろんな仕事を取っていくっていう方がうまくいくと思います。ああ、合ってますね。そうするとすごく伸びていくっていうカードです。で、あとはこれはもう一つ、自分のペースを崩さないっていうカードです。だから自分のペースを崩しやすいんだと思います。そうだよね。そう。そう。その通り。そうだよね。その通りです。本当にね。自分のペースを乱されます。多分そうだよね。あのペース崩しやすいとこあるから。あるね。で、自分のこれは時間とか、自分の、なんていうの、どう言ったらいいかな。自分のペースだよね、だから本当に。管理。自分を管理していく。はい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 。あとは、さっきも言ったけど、セパレートにするものはセパレートにした方がいいってことだよ。選ぶものを選ぶ。そうそういうことです。なるほどね。何でもかんでも引き受けちゃダメってこと。ダメ。自分のペース守って気なくなるから。で、これは下手すると逆になると、その他人との接触でストレスが溜まっていくっていうカードなんですよ。なるほどね。あのね、ストレス溜まってるから今日噛みまくってるからね。これね、本当に。いろんなことがね、溜まってるからね、言っとくけど、そうなんね。あのね、多分ね、レイさんもね、長いことね、役者をやられてるから、多分落ち着いてれば、多分ね、あの台本とか多分綺麗に読めるんだよ。でも、あのね、テンパってるのがもう分かるから、面白いよね、なんかね。ね、面白かったですよね。レイさんも仲いいから多分分かると思うんですけど、あのテンパってるの丸分かりだからね、本当に。はいはい、森田さんの何を聞いてほしいですか。そうですね、あーそっか、森田さん行きましょう。はい、はい、それは俺のじゃなくてみんなからのを聞いた方がいいですか。それとも俺は仕事運を聞いてほしいんですけど、みんなから言われたことを聞いた方がいいですか。私、森田さん結構もう分かるんだ。本当ですか。怖えな、怖えよ。怖え怖え。何分かるんですか。森田さんすごいいいと思います。私、ありがとうございます。はい、何月生まれ。10月ですね。何日。28です。10月28日。サソリです。サソリになるんだ。はい、そうですね、サソリ座ですね。はい、で去年忙しかった。はい。去年、今年、今年です。あ、今年だ。今年ですよね。忙しかったですか。そうですね、だいぶ忙しくなりましたね。おー、怖えー、マジで怖えー。本当にだって今年ですからね、全部始めたの。マジで本当に。もう森田さん刺されますか。ひで。あ、私11月です。サソリ座。はい、サソリ座です。二人とも忙しかったね。あ、私も結構忙しいです。ね、僕本当に本職の方が一気に忙しくなりましたよね。本当に。うん、で、あ、いいんですか、ね。あ、ですですよ。はい。喋るのすごくいい。と思います。やっぱり回転が早いので。そんなことないと思いますけどね。ただ思ったこと言ってるだけなので。野球もあると思います。あ、本当ですか。ありがとうございます。本当に。じゃあカードで何言いますか。そうですね、はい、僕やっぱりごめんなさいね、ちょっと自分のやつ聞いていいですか。自分のやつ聞いていいですかね。ね、ちょっとね、でもね、コメントにね、刺されますかって書かれてるから。いえ、刺されるとかそういうのはいいから、ちょっとね、本気のやつ聞いてもらう、聞きたいんだけど、聞いていいかな。ごめんね、みんな。ね、ちょっとね、はい、本気でちょっと来年本気でちょっとがっつり動くので、ね、その動きに対してちゃんとそのね、うまくいくかどうかっていう、成功するか、成功するかどうかをちょっと知りたいですね。じゃあそれピンポイントで見ますか。そうですね、その案件に対して。いや、じゃないですね。はい、来年だから、来年
1年かけて多分がっつり動くんですよね多分ね、うんうんうん、なので、まあ、それはちょっと詳しくまた言うんですけど、はい、もろもろですね、うん、あの僕ね、もう言っちゃっていいですよ ね、うん、ね、あの僕一応役者もやってるんですけど、一応クルーズプロモーションの所属で、一応クルーズプロモーションの一応取締りなので、はい、あの大西さんがあの、まあ、一応代表なんですけど、一応あの僕がその芸能とかのやついろいろやってるので、そういうののやつの一応あの、ね、あのうまくいくかうまくいくかとか、そういうのがねちょっと知りたいなと思って。じゃあ、あのクルーズの所属のタレントさんが変なことやらかしたら森田さんが責任取る。そうです、そうです、そのパターンありえます。そうです、そうです。じゃあやっぱりあのね、そう、あとでじゃあちょっと大きいことを皆さんに向けて話したいこともあるので、はい、はい、じゃあ森田さん、フルネームを心の中で唱えてください。で、今の質問を心の中で唱えてください。森田さん、特別4枚でいきましょう。おお、4枚ここに出しますね。で、この上に1枚ずつ乗せてってください。はい、はい、ね、もう感覚、感覚だね。いきますね。はい、忙しくなりますね、これ。うわ、めっちゃ忙しい。めっちゃ忙しいですよ。うわ、最高。最高という答えが出ました。いや、もうね、結果が出まして、はい、これも、あれですよね、ここの代表、取締には、には今、そういう形で動いてはいます。でも基本的に今は、まあ、一番上はトップはもう大貫さんなんですけど、はい、はい、まあ、そういう感じで動いてる感じにはなってます、ね。これはキングですから、はい、上の立場。はい、って呼びます。例えば社長さんだったり代表だったり、はい、まあ、いろいろですよね、はい。とにかくこの今やろうとしてることの上の方、はいはい、で結果が出る審判ですから、はい、結果が正当なる結果が出る。はい、はい、で、はい、仕事めっちゃ忙しいカードが2枚出てます。はい、なるほど。もうね、はい、これ最高ですよ。本当ですか。はい、死にますかねそれは。いや、あの死にますというよりも、うん、仕事がものすごく反映していきます。お、今本当にあのちょっとね、ちょっと真面目な話になるんですけど、すごく、いや、これすごくいいですね。本当ですか。真面目な話になるんですけど、ちょっと今ね、あの、はい、信用を勝ち取りに行っているので、僕は、はい、だからそのそれによってだからどうなっていくだろうなっていうのがちょっと知りたかった。結果出ると思います。本当ですか。はい、大丈夫です。トラブルも頑張ります。トラブルも良さそうですね。はい、あ、もっと本当は細かく見たいんですけど、はい、まず大きな2019年は、はい、あのまずポジショニングがはっきりするし、はいはいはい、結果出す、はい、すごくいいです。で、まず仕事結果出ます。はい、でめちゃくちゃ忙しいですよ。はい、から大丈夫です。頑張ります。だから数字にもなると思います。はい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 。仕事めっちゃ増えますよ。はいはい、で結果出ますから。はいはいはい。あ、ちなみに僕、あの、すごい、今日一件案件を成立させてきました。おー、出てるじゃないですか。だからそうですね。はい。一番やっぱり、あの一番私エネルギーをこの中で感じてたんで、一番いいカードでもしたね。ああ、本当ですか。ありがとうございます。らしいです、皆さん。頑張ります、僕。はい、ね、うん、本当に。うん、ね、ブレイクですよ。ブレイク。いやいや、マジかな。頑張るよ。頑張るけど、はい。ただでもね、本当にね、実際、あと告知でも言いますけど、結構でっかい案件が今動いているので、はい、ね、ね、うまくいけばいいかなと思ってますね。はい、じゃあ、皆さんに向けてね、はい、ちょっとお話を、まだ時間を見て、あ、大丈夫です、全然。はい、2018年って結構波乱の年だったと思うんですよ。ですね、はい。だからいろんなことが皆さんあった年って言われていて、はい、で2018年から2019年ってすごく変動があるんですよね。でこの2018年に不要なものを手放してる人ほど2019年は飛躍します、はい、だから断捨離する、悪いものがすごい出て、あの、だから不正とかもすごく出たじゃないですか、はいはいはい、暴かれたりとか、だってこ今年の感じ知ってる歳だよ。そう、あ、そうなんですよ、はい、その通り。うん、本当に人災とか災害とかが多かったから、今年の1年の感じは災っていうじゃん、災害の災っていうじゃん。そうなんですよ、はい、だから災とか害とかそういうものが全部海デトックスされた時期、はいはい、だから2018年に例えば嫌な人と別れてたりとか、はいはい、あとなんていうの、人間関係も
もう変えてたりとかしてる人ほどボンっていく感じ。いきます。じゃあ部屋の整理とかもした方がいいってことですか？そうそうそう、断捨離ももうすごくいいですね。なるほどね、うん、はい、それをしておいた方が2019年、はい、その飛躍でやっぱエネルギー使うじゃないですか、はい、だからいらないもの捨てないと動けないんですよ。ああなるほどなるほど、重たくなっちゃって怒られてる怒られてるよ怒られてる。あのね、俺ね、もう一つね、あのちょ、ごめんなさい、メグさん、もう一個いいですか？あの、はい、あの、僕ね、あのね、これからやっていく上でね、多分ね、キーになる人だと思うんですけど、はい、あのね、大貫さんを占ってほしい一回やってみてもらってください。これ当たりますよ、マジで。やりましょう。なるほど。何を占ってほしいのかやりましょう。社長、じゃあ来年、来年ですね、うん、来年どう、仕事、クルーズ、仕事、仕事、仕事ですね、仕事、はい、仕事ですね。あ、会社で、じゃあ、はい、上のクルーズの会社、はい、じゃあちょっと、じゃあ、こちらに一回僕解けます。はい、はい、ちょっとね、大貫さんちょっと知りたくないみんなね、ちょっと知りたいですね。あー、断捨離っていうか、俺がモニターをしてるかどうか。俺はそれ知ってるんですけど言っていいと思いますよ。うん、あのね、今ね、グッてたじゃないですか、それで一個ポンって飛び出たじゃないですかあれってね、意味があるんですよ。そうなんですよ。はい、はい、そうなんですよ。え、結構大変なことありますか？何が僕は森田をあの雇って、あの飼ってることですか？大変なこと抱えてることありません？いや、特には。ああ、でもほら、奥さんのね、やつがあったじゃないですかっていうのもあるし。もう、え、奥さんの何があったんですか？それは後で聞いてね、うん、そうですよね、ちょっとこれ多分もう大体わかります。え？まあいいや、じゃあそれはちょっと後で。はい、ほんと当たってるから、すごい、ね、当たってるから、ほんと当たってるから、ほんと当たってるわ、ね、ありがとうございます、うん、いや、すごいいいですね。じゃあ、おきさん、はい、フルネームを心の中で唱えていただけますか？はい、質問を心の中で唱えてください。で、唱え終わりましたら4枚ここに縦に向けて束ねておいてください。これ、こっちからこうやって。あ、はい、いいです。すごいな、今日は静かいや、それはね、いや、占いなの。え、仕事ですよね。もう勤務じゃないですかすごいですね。お、もう全部3枚キーカードですよ。で、まずは真ん中一番、さっき彼と一緒ですよね。だからあのやっぱりトップとしてあのやっていく。で、一ついいですか。あの注意点としたらやっぱりお金とか、あと自分の損得っていうことに関しては結構頭を使ってた方がいいかなと思います。じゃないと自分が損をしてしまうっていうところだけは気をつけてください。ただ結果としては OK です。うまくいくと思います。で、これもあの回っていく、循環していく。あとはこれは、人に対する愛情とか優しさ、気配りっていうのがすごくある方なんですね。それで人間関係を作っていくっていうふうにも出ています。その通りですね大貫さんの場合はそれが結構特権です、ね、あのこのカードってどっちかというとお父さん的なカードなんですよ。なので例えばみんなのことをこう父親的な感じに愛情をかけていくとか、そういう形で仕事につながっていく人間関係がっていう感じです。ただ一つだけ、あの深入りしすぎないようにっていうのが出ています。なぜかというと、ここに隔たりがあるんですね。ちゃんとだから、あのセパレートなところはセパレート。入れ込まない。だからドライなところはドライにする。っていうのが、これキーポイントですね。で、多分あの、優しいので、このドライさが、もしかしたらちょっと足りないのかなって気がします。切るべきところは切る。そういうことですね。そうそうそうです。俺は何回も言ってますよ、大貫さんに。そういうのがありますよね。ありますね。これだけ見てください。はい、これだけ逆に出てるんですよ。そうですね、逆位置。で、こっちは正位置なんですね。だからこ
OK なんですけれども、ただ優しすぎてやっぱりあのつながってみんなとこうお父さん的に優しくして人間関係つながっていくんですけれども、やっぱりここがちょっとあの理由あのアドバイスというかあのひっくり返ってる部分なので、ここが多分足りてないっていうと、やっぱりその損得だったりとか切るべきとこは切るとか、あこの人はダメだと思ったらもうあんまり関わらないとかっていうことをできないところがある。わかる。これさ、すげえ、すげえ俺心当たりありますけど、おじさん。あるね。ありますよね。ありますよ、俺。すげえありますけど。あるね。はい。誰ですか？いや、言わないよ。言えるか。なので、そこを気をつけていただければ、あの、全体論としてはもうバッチリ大丈夫です。え、大貫さんはその人のこと切る予定なんですか？切るんじゃない？切るんですかね。どうなんだろうね。あと、12月半分残ってるじゃないですか、切っちゃった方がいいです、もし言われたら。もし悩んでらっしゃるんだったら、その方がいいと思います。わかりました。そうですね。いや、ちょっとね、俺ね、俺ちょっと引いてる。すごいね、あれ、めっちゃ当たるでしょ。今やられて思いませんでした。で、僕もさっきびっくりしたんですけど、ね、やってもらおう、みんな。これね、当たるよ。うん、そういうことがあるんですね。あ、そうなんですよ。だから僕に言われたこともそうだし、小野木さんのところでもあの、はい、僕が一緒に最近ずっと動いているので、あのこうしたらいいんだろうかなって思ってたところが出たのでびっくりしましたね。さあみんな切ろう。怖えよ、怖え怖え、はい、あの大丈夫なんですけど基本的に2019年、ただやっぱりこの優しさがあだになったり、あとなあなあになってしまったりってところで足元すくわれると損をしてしまう。でもまあ基本的に大丈夫だと思います。ただ一応デメリットも一応お伝えしておきます。注意点としてですね。そうですね。なるほどね。そうするとより良くなるってことですね。なるほどね、はい、いやこれはねすごくびっくりさせられた。マジで。ねありがとうございます、本当に。ありがとうございます。はい、ね、これはマジで勉強になるね。勉強だね。もう勉強というかなんだろう ね当たるよね。アドバイスをもらってる。そうですね。これはマジでびっくりした。ねこれちょっと怖かったもんだって、あの森下さんちょっと分かるんですよって言われた時に、ね、ドキッとしたからね。マジでね、本当に、うん、でもねこんな感じで、ね、まあ本当にまあ僕結構喋ってますけど、意外とあの一応偉い立場の人にはなってきてはいます。いや、あと意外とね繊細なんですよ。私は分かってます。私もちょっと繊細なんです。そうですね。ない。意外とこの中で強いのさやさんなんですよ。あ、そんな感じします。なるほどね。実は一番強いんです。あ、すごいね。いやマジでね圧倒された今日は本当に、うん、ね、本当にびっくりさせられましたね。でもあのね、まあ占い、ね、これはねあの否定してるわけじゃなくて、あの僕の考えとして言いますけど、占いは占いなので、多分自分も占いでこれが出たからって言って、多分あのやって、そのなあなあにしてたら多分進んでいかないと思うんで、はい、それだったらもう自分で動いていって、それが占いの結果に、ね、そうそうそう、になるのが一番ベストだと思うから、はい、それはねそういう風にしていった方がいいんだろうなとは思いますね。ぜひあの、はい、今日出たアドバイスをメッセージで皆さんに、はい、あのこれ神様からのメッセージなんで、はい、ぜひぜひ、はい、あの、ね、取り入れて。お前はお財布にしなきゃダメなんだ。あの彼女の場合はでもあのちょっとひっくり返ってて残念だったんだけど、でもあれは人気のカードでもあるので、そうだね、うまい、あのエネルギーっていうのは表裏一体じゃないですか、コインの表と裏と一緒なので、そうですね、あとあれを政治に持っていくイメージで、そうですね、大丈夫です。そうですね、うん、だって俺びっくり、悪い俺自分のカード出た時に全部政治だったからマジでびっくりしたんだよね、本当に。すごい、でもあの多分そうだろうなっていうのは分かった。あ、本当ですか。はい、あのね、後で告知で言います。はい。はい、ね、と。はい、ということでですね、はい、ね、そろそろですね、もうね、言って30分過ぎてるんで、そろそろですね、43分とかで、ね、一応9時ぐらいまでもやってるんですけど、まあ、そろそろね、もう占いもいいところで、いいところでね、あれしていこうとね。いますので、ね、よろしくお願いいたします。ということでですね、ここからはですね、告知の方をしていこうと思います。はい、じゃあカードの方をします。はい、俺触れないぞ、カード。そうもう怖くて、はい。これからの告知コーナーを始めます。はい、ということでですね、告知コーナー、はい、はい、ということで
そうなんですね。レイちゃんもうちょっと上がっていいよ、大丈夫。はい、ということでですね、告知の方もしていこうと思うんですが、じゃあ、誰から行こうかな。うん、村ちゃんから行こう。はい、私、ないですけど。ごめんなさい、じゃあ、あの、前の方出て。いや、でもいいです。あの、はい、紫ルナです。あ、前の方で、前の方。紫ルナです。あの来年はあの見えますか？はい、あの来年はあのミスコンテストにも出る予定なんで、またブログに書きます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ルナちゃんですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、続きましてですね、じゃあメグさん行こうかな。はい。じゃあメグさんお願いします。こちらも来ていただいて、前の方へ来ていただいて、やめちゃった。ね、前に来ていただいて、はい、何を言えばいいんだ。はい、自分の告知とあのどういうことをやってるのかとかね、あの細かく言っていただければと思いますね。はい、MEGG メグです。はい、霧島めぐみで検索していただくと、アメブロが、今年オフィシャル化しました。はい、ぜひ見てください。はい、タロットめっちゃ当たるんで見ていってあげてください本当に。はい、で新宿と、渋谷の占い館で占ってますので、よかったら来てください。ツイッターはこちら @meggg0612、インスタは meggg612 です。あと LINE 占いとか、アメーバサトリ占い館の方はコンテンツ監修もしたので、ぜひよかったらご覧になってください。はい、今年は、あ、ごめんなさい、来年ですね。はい、来年はぜひまた、ジャズを私歌ってるんですけれども、ライブ活動とかもまた芸能を復帰したいなと思ってます。はい、ぜひ応援してください。はい、ぜひね、皆さんね、ありがとうございました。本当に当たってびっくりしたけどね。はい、みんなね、あの覚えてあげてください、メグさんですね。はい、一応ツイッターとかはですね、クルーズ TV 大丈夫ですか。はい、はい、クルーズ TV のですね、あのやつをフォローしていただければですね、全員の分のツイッター出てきますので、フォローとかできると思います。よろしくお願いします。じゃあさやさん行こうか。はい、うん、来年の、そうですね、まあ、高校とかね、はい、なんか子供みたいにやったな。はい、水上さやです。まずじゃあツイッターの方はさや水上さんさんで、前回もお伝えしましたが、これで今回で2回目です、出演となります。よろしくお願いします。で来年からはそうですね、まだまだちょっと努力が足りないんで、あの、まあ、そうです、さっきも占いでも当たったんですけど、もう本気でも必死で努力していきますの で来年から事務所も入り、普通に、まあ、着実に、そうですね、前進してまいりますので、もう応援の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、さやさんですね、今日ねちょっと遅れてちょっと残念だったんだけどね、あのまた次回また出てもらう時とかね、あの最初からね言っていただいて、みんな本当にあの覚えておいていただければですね、これから頑張っていってくれる方だと思いますのでね、ぜひね覚えておいてあげてください。よろしくお願いいたします。もしまたさやさんがもし遅刻したらどうするんですか。大丈夫だよ。大丈夫だよ。そんなは大丈夫だよ。じゃあレイさん行こう。間違えたら大丈夫。はい、すいません、今日はちょっと初のアシスタントをやらせていただき、本当今日カミカミでした。すいません。テンパリレイン。テンパリレイン。そうですね、まあ、最近その水沢蓮の僕の入っている事務所の所属の七色の公式のツイッターができました。よかったらこちらをフォローお願いします。そしたら皆さんのいろんな僕の後輩とか先輩方の活躍がどんどん見れまして、僕も自分の出演しているものとかもどんどん発表していきますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。はい、あと僕のそうですね、こちらツイッターです。はい、はい、はい、で来年はそうですね、舞台を4つほどかな。ちょっと減った。6つって減った前。今ちょっと結果増しもあるからちょっと。それも大きいところと、あとゲストでもう主役のメインを結構任されておりますので、はい。あとは来年1月にその地方のことで富山で、あの200人のおばあちゃまの前であのカラオケを歌ったりとか、あの富山で CM も流れます。はい。でまあいろいろと少しずつ頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、レイさんですね。すみません、ありがとうございます。富山出身とかそういうこと？違う。じゃないんだけど富山なんだ。富山に呼ばれちゃった。なんでだろうね。なんでだろう。面白いね。うん、レイさんですね。はい、もう結構ね出てくれてるんで、皆さん覚えてる方とかも多いと思うんですけれども、はい、本当に、なんだろうな、イケメンくんです。あの爽やくんです。僕は悔しいだけなんですが、あの、イケメンくんですね。はい、本当に覚えていていただければ、本当にいいかな。と思います。本当にね、これからね、これはね、まだまだないうちうちなんですけど、
ちょっとだけ言っとくね、もしかしたらレインさんと同じようなことを、同じようなフィールドでできるかもしれないねっていうことを今計画してたりとかするので、うん、そういうのね、楽しみにしておいていただければと思いますので、よろしくお願いいたしますね。はい、ということでですね、僕とクルーズ TV からですね、最後に言いますね。はい、クルーズ TV こちらですね。はい、ツイッターやってます、クルーズアンダーバー JP で調べていただければですね、出てきますので、ツイッターのフォローし、をフォローしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、まあ、クルーズ TV 観覧無料なので、観覧無料なので、こんなね、こういう感じのなんか緩い感じでやってますので、ね、はい、みんな本当に観覧来ていただいたらね、皆さんにねサインしてもらったりとか握手してもらったりとか、なんかいろいろなね、アイドルさんが来た時とかだったらね、チェキ取ってもらったりとかもできるのでね、はい、ぜひね、観覧無料にでなので来ていただいて、皆さんに会っていただければと思いますので、何かの思い出によろしくお願いいたしますね。よろしくお願いします。はい、続きまして、僕森田武尊といいます。俳優業を普段やってます。今日も一応本読みをしてきたんですが、はい、結構ね、まあ前から言ってるんですけども、1月8日に、ダブルエクスタシー、女捜査コンビの、捜査官コンビの大捜査線っていうやつに僕出てます。はい、で結構いい役です。で今日ね、その V シネの監督の方に会ってきたんですけど、本当にね、結構ね、いい役だったよ、森田君って言われました。素晴らしい。はいね、それぐらいだから、その本当にいい役、これですね。これです。はい、皆さん、エビスマスカッツさんです。ご存知ですか？アイドルグループさんなんですけど、知ってますか？はい、エビスマスカッツさんの5代目かな、6代目かな、のリーダーの、市川雅美さん、元セクシー女優ですね、今もセクシー女優ですけど、の、が方が、一応その主人公で入られてきてっていう感じですかね。はい、でそこで結構いい役なのでね、本当に僕自分でもびっくりして、急に言われた話だったんですけど、すごいいい役をいただいているので、すごくね、皆さんね、楽しみにしておいていただければと思います。1月4日発売で Amazon とか、DMM とかいろんなところで売ってたり、うちでも売り出すらしいのでね、はい、ぜひよかったらね、ご購入いただければと思います。なんかあやの買ってくれたんだってね、ありがとう。で、まあそんな感じでね、やってますんで、今日言ってきたのがまた V シネ出ますね。一応こちら、全部見せることできないんですけど、これ台本なんですけど、こんな感じで、超時空変態人間、まだ過去課題の台本なんですけども、これにまた出ます。今回はですね、そこまで、でかい役ではないんですが、ちょいちょい出ているので、はい、積み重ねです、本当に。そうですね、うん、はい、楽しい、本当に楽しい作品だと思います。ね、ちょっとくだらなくて、エビスマスカッツ5代目リーダーだね。5代目ですね、5代目ですね、5代目リーダーの市川雅美さんですね。で今回も、霧島さん、違います。漢字が違うんですよね。ごめんなさいね。まだちゃんと名前を覚えてなくて、ちゃんと本番までに覚えるんですが、霧島さくらさん、こちらもセクシー女優の方ですね。方がまあ一応、まあ、1番手、2番手、3番手ぐらいにはいらっしゃる感じですかね。はい、そんな感じの人たちがいらっしゃる、ね。で、それもあります。そして、ですね、まあ、ありがたいことにこういう感じでですね、いろんなその映像の仕事をですね、いただいてきてはいるので、皆さんにですね、映像としてお目にかかれるところもね、増えてくると思いますのでね、ぜひね、僕らツイッターやってますんでね、滝弘アンダーバー森田で調べていただければね、フォローしますので、ね、ぜひね、皆さん仲良くしていただければと思いますので、よろしくお願いいたしますね。ありがたいことにね、皆さん、これ僕嬉しいんです。フォロワーがね、6000人超えたんです。すごいありがたい。すごいありがたい。皆さん本当にね、本当にありがとうございます。そして、大西さんもありがとうございます。本当にね。こうなったのもね、大西さんのおかげだったりとかするんでね。ぜひね、皆さんね、僕のことを覚えていただいて、みんな、頑張っている森田くんをね、あ、でもそう、これ言っとかなきゃいけないの。そのアイドルの人たちとそういう役をやることが多いから、そのうちね、僕ね、刺されるんじゃないかと思ってるんだけど、本当にね、刺さないでください。一応ね、駅でやっているので、本当に、最近ね、夜歩くの怖いんだ、俺。ね、本当に、それだけね、よろしくお願いいたしますね。はい、アイドルの方のね、ファンの方とかだったりとかするとね、多分横のつながりとかあるんで、あの人刺さないであげてって言ってあげてください。はい、ね。はい、まあね、まあこんな感じのやつなんでね、基本はね。はい、はい、これがね、そうです、これがね、でかいんです。これがさっき言ってたでかい案件なんですけど、もう今すでにもう AKB に入られている方、の3名様、こちらの3名様が、まあ、主役で、探偵物の、映画を撮ります。はい、で、主人
渡辺博之さん、あのファイトパーツの渡辺博之さんで、その下に3人その探偵アイドルみたいなのがいて、それがその AKB の人たちで、あとうちのファッションショーの話もゆかりさんとかも出てたりとか、すごいいろんな人が出てるんですんで、撮影場所がここなんですよ、実は。実は撮影場所がここなので、いい情報じゃないですか。はいね、まあでも撮影日とか言わないですよ、怖いんでね。それはね、いろんなところで怒られちゃうんでね、はい、撮影日とか言わないですけど、ここなんで、結構ね、いいっすよね。ね、そういう話もね、あの大貫さんも今忙しくしてます。なんでか知んねえけど、俺 この12月すげえ忙しいんだよってこの間愚痴ってました、ね、はいね、そんな感じでね、あとね、ね、これはね、僕ではないんですが、これね、言っとかないといけないなっていうのがあるんですけど、釘橋みやびちゃん、うちでね、あの常にあのアシスタント MC をやってくれてる方ですね、が、新しい新番組をね、持つことになって、そうですね、まあ、見ていただければ分かると思うんですけど、釘橋みやびのミミミ TV ってやつが、1月6日から始まりますね。ミミミタイムです。ミミタイムですね、ごめんなさい。ミミタイムっていうのが始まるので、ね、ぜひね、それもね、楽しみにしておいていただければと思います。僕はいないですけども、一応、スタッフとしているので、はいね、ぜひね、見てあげてください。すごくなんかね、セクシーな感じのね、ミミミタイムって見ていただければ分かるんですけど、ね、YouTube でミミミって調べて、ミミミダンスとか調べていただければ分かるんですけど、今結構ね、あれなんですよ、これ、みやびちゃんのね、みやびちゃんとイリュウサちゃんがやってるやつなんですけど、こんな感じでね、やってて、結構セクシーな感じでやられていますね。うん、で、本当に俺これバズるんじゃねえかなってちょっと思ってるんですけど、本当に頑張ってほしいなって思ってるので、ぜひね、皆さんねチェックしておいてください。そちらもね、よろしくお願いいたします。ということでですね、はい、告知でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、グルーズ TV 初めてなんです。今日ね、すごいね、なんだかんだ結構特殊な回だったりとかするんだけどうるせえやつがもうすげえいるからね、うるせえやつがいるからおしなやかにしなきゃダメなんだろうね言っとくねはいね、それらしいですよ。はい、ということですね、どうですか、出てみて、初めて、じゃあめぐさんから聞きましょうか。どうでした、とっても楽しかったです。あ、よかったです、本当にね、はい、ドキッとさせられるような占いをされて俺はびっくりしたんですけどね。またぜひ呼んでください。はい、ぜひね、遊びな、当たってる、ぜひ。他にも、はい、アシスタントやられてる子がいて、アイドルね、今コメントに来てたんですけど、ね、占ってほしいって言ってるので、ぜひ、はい、ぜひね、はい、来た時にね、被ってればね、占っていただければと思いますので。私もツイッターフォロワー増やしたいんです。みんな待ってください。そうですね。はい、ね、フォローしてあげてください。本当にね、皆さんね。インスタは5000いるんですけど、はい、まだね、ツイッター400。インスタ人気あるんですよ。そうね。なんだろうね、写真の撮り方が上手いのかな。お願いするのかな。すごいんですよ、4000人とかも普通にいます。すごいです。でもまだツイッターがちょっと追いつかないので、よろしくお願いします。ツイッターもね、いや仕方を知りたいなよろしく。そうね、出ることですよ。あとね、社長詳しいんでそういうのあとで聞いてあげてください。はいね、はい、どうもありがとうございました。今日はこちらこそ本当に楽しかったです。ありがとうございますね。ごめんね、途中からの参加になっちゃってね、あんまり喋れなかったかもしれないですけど、ね、ありがとうございました。どうですか、2回目でしたけど。また楽しかったです。まあ、次はちょっと、ちょっとね、道に迷わないでまた来ます。そうだね。来年も、うん、はい、よろしくお願いします。そうだね。うん、来年もね、ね、何回か来ていただければと思いますよ、本当に。うん、ね、今日はもうもったいなかったんでね、うん、ちょっとね、見しまっちゃったんでね、うん、もったいなかったんだけど、まあまあ、まあ、こんな感じでやってるので、ぜひね、また、次は頭からぜひ行っていただければと思います。よろしくお願いいたします。ね、はい、村崎さん、久しぶりの出演でしたけど、どうでしたか。すごい楽しかったです。楽しかった、はい、でもちょっとおしとやかにしすぎちゃったかな。うるせえな、マジうるせえうるせえなってなるよね。もっと喋ればよかったかなでも結構喋ってるから大丈夫だよ結構喋ってるから大丈夫だよ。そして、じゃあ続きましていきましょうね、レインさん。今日いろいろな考えがなきゃいけないことがありすぎて、テンパってたのは分かるんだけど、落ち着いて読んでくれていいからね、本当にね。次から、ね、申し訳ありません、ね、本当に。え、今日何回ぐらい噛んだの。いや、もう10回ぐらい、10回ぐらいは噛みましたね。ちょっと慣れない、ちょっと、カタカナが多かったんですいません。はい、そうだね、うん。アシスタントもっとね、やってくださいって早めに言っとけばね、もっと早く来てね、読み、今日いきなりだったんで。そうですね、いきなりされたと思うんですけどね、はい、決め方もちょっと面白かったから、今日
今日アシスタントいないですね、どうしますって言って、僕一人でやりますかって言ったんですけど、レインさんにやらせてみようで、ちょっと面白いかもしれないかなって、っていう本木さんからのお達しがあったから、あ、じゃあこれ面白そうですね、やってらっしゃいましょうってなったんで、そういう感じだったんで ね、ちょっとテンパってた部分もあると思うんですけど、はいね、うん、でもね、今日もね、初めてね、レインさん結構喋ったと思うんだけど、ね、分かったことがあるの、レインさんはね、テンパり症です。なんかね、上がるとね、多分ね、ダメなタイプだと思うんだ。だから落ち着いて、多分ね、そのテンパりを超えると、多分ね、多分いい芝居とかをする方なんだろうけど、テンパるとね、ろくなことないからね、気をつけた方がいいよ。そう、俺もね、最初 MC やった時、マジでテンパって、俺1メートルぐらい浮いてんじゃねえかなっていうぐらいふさふさしてたけど、でも、慣れるとこんなだから、うん、ね、そんな感じですね。はい、ということですね、ヤフーショッピングの方がですね、そろそろ終わりの時間に近寄ってまいりましたので、ね、まずね、ヤフーショッピングの皆様にですね、ちょっとね、この後もちょっとね、あるんですけども、ヤフーショッピングの皆様にですね、さよならを言おうと思いますね。さよなら皆さん、バイバイ。バイバイ。ヤフーショッピング、あ、クルーズ TV もうちょっとやります。はい、もうちょっとやりますね。もうそろそろ終わりますけどね。バイバイ。バイバイ。ということですね、ヤフーショッピング終了となりました。ということですね、ここからクルーズ TV のみなんですが、はい、ちょっとね、うん、なんだっけ、俺何かやろうとしたんだよ、忘れちゃった。あ、そうだよ、ごめん。コメント、みんなのね、その今日の感想を聞いたところでね、コメントをね、最後にバーッと読んで終わりにしようかなと思ってます。はい、全部読んでると、すごい時間がかかっちゃうので、ちょっと駆け足でね、はい、はい、紹介していこうと思います。はい、ルナ黙れですね。はいね、アイノンがやっぱりね、私もなって言ってますので、はい、ぜひね、一緒になったらね、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいね、私もタロット好きで自分でもワンオラクルにしてます。ワンオラクル、はい、ワンオラクルって何なんですか。1枚引きのこと。ああ、1枚引き、あ、そうなんですね、はい、タロットって当たるよね、すごいね、うん、ね、ルナちゃん彼氏5人くらいいますって言わなきゃって言いたいとこだけど、ね、はい、相当タツコさんから、ルナさん、相当抑えるとダメだねって。あれサクさん、努力次第で可能性があるってことでしょって言ってますよ。そうそうそう、ね、ぜひ ね、でも来年からね、事務所も決まっていろいろとね、できるんですもん ね、はい、なので ね、来年から飛躍してくださる方だと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。レイさん、気遣いしすぎるです面白いな、これ。レイさん、気遣いしすぎてしまうのかなって言ってますよ。レイさん、自分で我慢すればいい的な考えなんだろうな。バレてるよ。バレてるね。確かにね、自分が我慢すればいいって考え方素敵だと思う。はい。で、森さん、刺されますか。これはね、占いで占ってってことなんだろうけど、いいよ、それは。もうね、うん、それはね、もう皆さんに訴えかけるだけですけどね。はい。タワ君、聞きたい話聞いてですね。ありがとうございます。聞いた結果、良い結果が出ました。ありがとうございますね。まあでも本当に本当にもう極論ですけど、本当に僕がこうやって仕事がもらったりとかできるのって、大貫さんと多分視聴者の皆様のおかげだと思っているので、はい、皆さんね、これからも応援していただければと思いますので、よろしくお願いいたしますね。はい、心持ちが大事でした。はい、ね、タク楽しみです、よろしくお願いいたしますって言ってですね、はい、おじさん顔がにやけてる社長知りたいですね、なんか分かるからってなってほしいですね。はい、去年と今年は最悪の年だったから私もらってほしいって、タツコさんですね。じゃあ観覧に来てくださいね。はいね、はい、メルさん占いに行きますって言ってますね。はい、来てますよ。はい、景気づけに、仮面ライダーブラック行っとこう。もういいでしょ、この間やったもんね。もういいでしょうね。はい、観覧絶対おすすめですよってチェック君なので、チェック君ね、北海道の方なんですけど、ここまで見に来てくれたんですよ。はい、本当にありがたい話ですね。本当にありがとうございます。で、タクははちゃめちゃ、はめちゃくちゃ優しい方ですね。一回会っただけですけど感じました。そうですか、ありがとうございます。デビルですけどね。はい、デビルなんですか。デビルなんですよ。ド S のスイッチが入るとね。あのね、普通の笑い方ってこんな感じなんですけど、あのね、レイさん知ってるんだけど、あのね、そういう、ド S のスイッチに入ってる時って俺ね、ツートンぐらい笑い方が変わるんですよ。あ、高くなるんですよ。キャッ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 って笑うんですよ。いや、怖い、怖いよ。お前、抑えなきゃいけないって言われてんじゃろ。ね、はい、でもそのコンビで見たいですね。俺絶対燃えねえわ、これだったら。はいね、はい、オタの皆さん、ここですよって刺すのをやめて。そして、はいね、うん、ね、はいね、みちゃんを皆さんよろしくお願いします。チェックをね、基本前、もう、
方に言ってしまったチェキ君は、もともとはみやびちゃんのファンだったんです。あのここでアシスタントやってくれてるね、今度あの番組をやったんです。みやびちゃんのファンだったんですけど、まあみやびちゃんも一応うちの所属ではあるんですけど、みやびちゃんがその好きであのよくショールームとか行かれてた方で、その中でショールームの中で僕もそのジェキ君と仲良くなって、じゃあ2人が出てるならっていうので北海道で仕事で来てたついでに1日残ってくれて、ここで見て帰ってくれたんですね。はい、本当にありがとうございました。はい、今日は今日で楽しかったですよ、ジェキ君。今日は今日でちょっと面白い ね、 ね、レイさんの誠実な人柄を感じました。面白い、うん、ね、ね、うん、あ、これでもね、まだあの低いトーンの笑いなので、そうですね、これはね、うん、本当にね、もうアイドルが引くぐらいの、そう、引いてた、引いてた、ね、とても俺もちょっと軽く引いちゃったんで、でも楽しい、うん、あのね、でもね、でもね、言っとくよ、みんな、本当に言っときますけど、あのね、さやさんもね、これから、ね、芸能活動がやっていくんだったら、あの覚えておいてほしいんだけど、あのね、恥ずかしがってる女の人って一番男の人好きだから、マジで、うるせえ、お前違うから、はい、小野さんと出た時とか、なんか前回なんかすぐドレスだった、そう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 、恥ずかしいからやめてよ、そうそうそう、お前ちげえから黙れお前、はい、ね、そう、そうなんですよ、あのね、タシコさんがウヘヘヘヘって書いてるんですけど、こういう笑い方になるんです、本当に、で、ウヘヘヘって言いながらここで飛んでるから待ってってやってるからデビューなんですよ、もうマジで、やだ、もう、はい、ちょっとやだな、それあのね、だからね、俺ね、多分ね、まだね、男じゃないんだと思うよ。あの男子なんだと思う。あのね、スカートみたいな。そうそうそう、あのね、私のこの間スカートをね。そうそう、昔付き合ってた彼女とかにやって怒られたのが、だからさ、ほら、今ポチってボタンを押したらさ、ほら、お湯が出るじゃん。まあ、でも夏だからね、夏だから言うしよ。お湯が出るじゃん。それを入ってる時にポチって消して、で、冷たっていうので、風呂の外でキャッ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 って笑ってるよ。そうだから。そう。あのね、男子なんだよ、多分まだだから。ね、男子なんだと思う。ね、絶対好きな人に意地悪するよね。意地悪しますね。絶対私にも意地悪するのかな。うるせえ、うるせえ、うるせえ。黙れこいつ、マジで。マジで黙れこいつ。はい、ね、最近ね、ちょっとね、話が楽しかったりとかするとね、ちょっと時間伸びすぎるんですけど、そろそろね、あのね、大野木さんがね、もう帰りたいって言いそうだから、そろそろ締めようと思いますね。はい、次回の放送がですね、20日ですね、はい、木曜日、ですね、演出家の方とか、あやのも来るんですよね、はい、確かね、はい、あやのとかね、あの演出家の方とか、いろいろね、本当にいらっしゃって、またね、楽しい会になると思いますので、ぜひ皆さんね、楽しみにしておいていただければと思いますので。ちょっと僕も軽くちょっとお客さんで行くかもしれない、ね、だとしたら多分出るよ。あのね、こう言っとくね、あのクルーズ TV に観覧で、出演者の人が来たら出されるからね。言っとくよ、うん。ちょっと紹介した方と知り合いだったので、ちょっと僕がちょっと、ここまで案内して、ちょっとね、お客さんとしているかもしれないだとしたら出る可能性あるね、だとしたら出る可能性あるので ね、 ぜひ ね、 あね、楽しみにしておいていただければと思いますので ね、はい、あのね、あやのんのね、あのね、これ言うとあやの調子に乗るかもしれないけど、あやのんのね、アシスタントをちゃんと見ときな、あの子落ち着いてるから、意外となんだかんだ落ち着いてるから、うん、すっげえ喋るけど、あのね、なんだかんだ落ち着いてるから、ね、俺の扱いも分かってきてるんだと思うよ、多分ね、あね、ぜひね、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでね、また次回会いましょうね、コメントね、全部紹介できなかった人ごめんなさい、ではですね、では20日また会いましょう。では、さよなら、皆さん、バイバイ、バイバイ、またね、またね、バイバイ、バイバイ。